K ドットラジオプレミアムマー帰ってきました。かざしたレンズの真ん中にただあなたを映していたい。え？俺歌ってないんだけど。おぼつかない手つきでも精いっぱいその姿を捉えて、あなたが瞳の真ん中に映すのは誰なのかな。撮られたもしかして。いつか二人寄り添い笑う日々がアルバムを彩る。生田レナさんのね、レンズね、最後の方かな。あー、おい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 、俺のコーナーや言うてるやん。ミスミス、悪い悪い、やってもだ。俺のコーナーや言うてる。やってもだね。その前々回のラジオでさ、その俺がいなくて、でエリアさんがその歌うんかな、今日何の歌かなと思って俺、で聞いてたら、これは俺のトモヤのコーナーだから、今日まあトモヤにやらせればいいかっていうことで前々回歌なかったんですよ、何してんすか今日。いやちょっとね、前それを思ってさ、やってた時にさ、すぐ出てこない、歌が、なんかっていうので、まあやっぱこれは彼のコーナーやし、譲ろうかなと思ってんけど、やっぱり男に譲ったらあかんところがあるのよ。というと絶対に守らなあかんもんがある、え、勝手にリラ守ってるやん。生田リラちゃんを、リラちゃん守ってる、リラちゃん守ろうと思って、え、頼まれたっすかそれ。頼まれてない勝手に守ってました。はい、あの守られてもない、勝手に何て言うの、歌い始めました。ということで K ドットラジオプレミアム始まりました。始まっちゃったね。お久しぶりです。お久しぶりです。あのね、この間のね月曜日はね、急遽ねちょっと僕が出れず、北沢とは、久々のあれですよね、会話になりましたね、このラジオでね。マジでそうやで、なんかほんま久々な感じする。前々回が俺がね、コロナでいなくて、本能ちゃんになっていなくて、頼んで、まあまあ全部聞きましたよ。行こう、で月曜日やろうと思ってんけど、ちょっとできない、諸事情にあり、大村がいなくなり、帰ってきて、いや帰ってきましたよ。でね、今日に至ると。もうそれなんか久々やな。久々すぎん？なんか喋るの久々やなこれって。確かに、ラジオで緊張しますね。ちょっと緊張するしなあ、無理やろ、もう長くやってくの無理だってこれ。いや、まあ、ラジオプレミアム12回目かな今日。12回目。マジでね、合わへんかったな。この間もほんまやりたかったんや。ちなみにコロナではないです、僕は。コロナではない。コロナでいなかったわけじゃなくて、普通にいい日がたね。普通にいい日くて、ほなどうしようか言うて、精神くんがやっぱさ、誰かがいなくなったら誰かが来るで有名な大精神くんが。そうあのさ、ちょっとさ言いたい。ん？あのまあレギュラーを狙ってるっていうのはね。ああそうっすよ。書いてて聞いてましたよ。で僕ラジオ全部聞きました。聞き流しの方でガーって聞いてて、なんか気になるとこでもあったんですか？すごく気になるね。そのレギュラー終わらす、それはね、もう全然俺はもういいよ。全然入ってきてほしいと思って。いやもうなんなら来てほしいもん。まあそう。だからいいのは面白いんか、どんな話をするんやろうと思った。でなんか笑いを取ろうと頑張ってた。まあもうね、3人。3人ともにちょっと物申したい。なんすかなんすか。卑猥なお笑いはすな。というとやね。というと。あれ一発目なんか。何喋ったっけ。なんかコロナの話してたよな。コロナの話。コロナじゃない。コロロの話。コロナの話をしてた。いやコロロの話。そう、僕がねコロナになっちゃった。何を喋ってんの。それで言うと、俺も問いたい。そのいなかったからさ、その場に。何をしてんの。コロロね。なんでその下ネタで話すの。下ネタをずっと。
で、それで笑いを取ろうと頑張ってたやん。まあまあ、シェシン君が話したんだけど。そうやな、うん、いや、それ言ってたやん、確かに。コロナのね、めぐみさんの家でな、俺と大輝とシェシンでこう喋っててずっと、ずっとこんなんしてたらしい。コロロなんか、あの女性のとか言ってさ、絶対言ったらあかんやん。うん、それで言うと、そうですね、うん、いや、お前じゃあ女性のあれ知ってんやんみたいになるわけ。うん、確かにね。コロロみたいやったわって言ったらね、そな、何を言ってんねんと思って、まあ、僕は全然わかんないですけど、そういうの、うん、そういうの全然知らないですけど。嘘つけ。え、知らん、俺マジでわかんない。え、嘘はやめようよ。いや、なんでの、嘘ちゃうやん、別に知らんもん。なんか分からへんから、一番分かってますやん。分からへんからちょっと何も言えへんねんけど、それなんかそういうのさ、それで思い浮かぶよ、あの女性が。どの女性やねん。これカットせなあかんやつや。これカットやろ、お前。ここまではいけるから。えー、ちょ、まずいって。ここまではいけるから。お前さ、これママもパパも聞くんやって。あ、じゃあエリアさんのあのお父様とお母様、あの女性です。いや、誰や。コロロです。やめろ、お前。お前、ちょ、ほんま言いたかったよ。レギュラーを取りに来てるやつが、うん、その下ネタで勝負、俺に勝負仕掛けていってる感じ。ああ、そうやね。それはさすがにさ、取れへんよと思って。さすがに。でも、でも確かに求められてるかもしれない、そういう面白い話、下ネタ。いや、そう、コロロはちょっと、コロロはええよ、その後よ、なんかそのな、どうしました、まだあるん。君なんかすごい爆弾発言してたよね。なんすか、言い間違いかなんか知らんけど。チーロー言うてたよな。それは言い間違いやん。いや、な、やばいって。突っ込まんといてほしかったわ。いや、無理やろ。俺も聞こえた瞬間に反応してた。え、こいつ何言ってんの。どんな話してんの、マジで。いや、そんな話したっけ。いや、俺結構なんかな、その、うん、印象に残ったシーンがめちゃくちゃ何回もあった。他には。いや、なんか俺だってラジオ聞きながら突っ込んだシーンがあってんけど、ちょっと今思い出せん、忘れた。あれは書き留めといてよかったな。しもい話は他何したかな。あ、看護師の、看護師じゃない、あ、歯科衛生士さんの、その話。何、綺麗な歯科衛生士さんに歯見られるの、なんかちょっと恥ずかしくない。その話やん時や。またそれもさ、下ネタ走ってたよ。ああ、胸がなんかとか言って言ってましたね。いや、それは何話してんの。ヒロトさんかな、うん、そう、胸が、そう、胸が、お胸が当たることないみたいな話になって、で、もう俺は確かにあるから、あ、頭、あ、当たってなみたいな。だからもう、まあ、あるなっていう。あんにゃん、あるある。俺それで言うとないね、別になかったと思う。あれさ、でもあれだろうね、ちょっとさ、俺の場合何、体型ぽっちゃり型だったからさ、あ、自分のその範囲を、うん、ね、何、分かってない。何、分かってない。その距離じゃ当たっちゃうんだよっていう。分かってくれないと困るよね。いやいやいや、まあまあまあ、いや、その話も聞いててさ、ずっと、うん、何がおっぱい当たる当たらへんの話しんの。でしかも、あの、歯科衛生さんにその、うん、歯見られるとか嫌とか言ってて、うん、で、彼女にその嫌やみたいな、うん、俺からじゃ何が嫌なと思うよ。いや、だから、その俺が嫌なのは、うん、例えば、うん、歯科衛生さんに綺麗な人がいて、うん、あ、好きになっちゃった場合、うん、そう、うん、その時にその歯を知ってるわけやん、うん、で、もしかしたら歯科衛生士さんだから歯石とかある男に関しては興味ないみたいな、うん、そういう癖があるかもしれないじゃないですか、うん、それが嫌だ。やったらいつでもどこでも行けるようにちゃんと磨けば。そうやねん、それは大、あの大前提、うん、大前提なんだけど、あー、もうちょっと歯磨き頑張ろうかみたいな感じで言われる場合があるんですよ。それがしんどい。やったら一緒に頑張ってくれませんかって、それぐらいのあれ返しできん。うわー、やっと教えてもらってもいいですかとか、うん、てか結局さ、だってさ、一緒にしませんかって。そうそう、一緒、歯磨いてください。いい、そんな感じのテンションの方が良くない、面白ってなるやん。で、しかもあれやろ、結局さ、その人ともし付き合える付き合えへんか分からんかもしれんけどさ、好きになってさ、相手と一緒になりたいってなったらさ、うん、全て見せなあかんわけやん、歯の裏まで。
いやそこ見せるってこそのめうわ見てくださいとかいう感じじゃなくて、うん、結局全てを自分のもの持ってるものとか自分のことを全部、うん、見せることになるやんか一緒になれば。いや歯の裏までは見せたくない。じゃあ見せんでいいってみたいな、ほら見て俺の全部見て、あここを見てとか言わへんけど受け止めて出席まで。いやいやいやそんな言わへんやろ。でも結局さ全部見せなあかんわけんか。まあそうですね。だから何をそれで嫌がってんのか分からん俺は。その叱責ごときで。叱責ごとき正直言うと。だって結局、うん、一緒になるってなったらさ、うん、その見られる機会はあるわけ。叱責？叱責もそうやし、いろんなとこ見られるわけ。うん、行動であり。まあまあまあ、あそこに関しては別に大丈夫ですよ。その叱責。ないしろその虫歯を、うん、その段階で見られるのめちゃくちゃ嫌じゃないっていう。いや別になんか見られてる、うん、嫌だ。あじゃあ銀歯埋めますね。あ北沢くんの銀歯こんな形なんだ。まあそれはいいか。ええやろ銀歯の形は。ええそれはいいか。それで言うとさそんなにさ、うん、歯医者行く最近。あでも俺日本帰った時は何定期検診みたいなやつで歯の掃除してもらうために。俺もう記憶はの小学校以来ないで。俺も小学校の時に虫歯多くてその子供の歯が、うん、それではよく小学校で虫歯多かったな。お菓子食べ過ぎた。じゃあお菓子食べ過ぎて虫歯多かった。小学生やな。幼稚園の時だけやな虫歯は。俺あって、そう。いやよう言ってたわ。全然行かなかったな。銀歯取れた時ぐらいしか行かなかった。ああ。もっとこうしたかったな。だから分からへんね。歯医者のその。歯医者の感じ？うん。歯科医師。歯医者いいっすよ。歯医者いいっすよってね。何？普通に歯科衛生士さんとかも優しいしみんな。優しいは優しいな。うん、居心地いい。ああ。でもドリルの音だけはまだ慣れない。なんかキーみたいな。さあれ慣れへんよ。ドイツのさ歯医者行ったことあるんですよ俺一回。そうなの。コロナ禍で、うん、左の奥歯、うん、マジで激痛走ってきてるのに、うん、うんってなって泣いて痛すぎて泣いたお前痛すぎて。俺泣いて痛すぎてでずっとこうやってたんですけど、うん、いやこれ歯医者行くの無理やってなって、うん、とりあえずその知り合いの人に連絡してで歯医者行ったんですよ。そしたら日本どうだったかエリアさんのとこどうだったか分かんないですけど、こうまあ5個くらいこう何椅子があって、うん、でこう仕切りがあるだけだったじゃないですか、うん、そうだったんですか。仕切りがあるだけ、仕切りがあって椅子あって仕切りあって椅子あって日本の歯医者日本のやつ。まあでも大体仕切りちゃう、仕切りだけちゃう、だって音聞こえないんで。そう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 。ドイツのとこ個室です。完全な。やっぱそうなの。完全個室ガッて入って、うん、一人なんだ。でまあいろんな部屋にあって椅子とか。そんだけ医者いんの。医者っていうか、いや何医師、歯医者さん、うん、何男の人、うん、看護師、歯科衛生士の看護師じゃなくて普通の先生みたいな人は一人だけ。大変やろ。じゃあくる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 回るんだ。そうそうそう。3部屋くらいあってでそれで見ながら。これ完全個室だった。個室ってほんまに全部閉まってんの。なんて日本の病院とかってさ個室みたいになってるけどさ医者とか看護師だけ通れるドア完全に開いてるゾーンあるやん、うん、ドア普通に入ってるよ俺らは。で座ってるやん、うん、だからこっちの奥にさ通れるようになってるやん。もうどっちも一緒。そうなの、うん、やばい。だからで上見ると星空広がってるマジっすよこれ。お前歯見せに行ってるの。星空プラネタリウムあるの。死んだかなあれ俺は歯医者来たよな。あれ天国来てもらった。あれえマジっすか。お前めちゃくちゃ話する。死んだから死んだから。びっくりした。星の数は結構あるんですよ。奥歯どうなったお前それ で, で奥歯とりあえずその何薬入れてもらったら良くなって。何やったん。
結局なんか結局日本帰ったら別にそこなんかあれがなんだっけ奥のさ歯肉みたいなところがさ、炎症あ歯肉歯肉歯肉がさ炎症を起こしちゃってるみたいな診断もらって、結局それで終わった。あ、そうなの。またなるかもしれない。っていう話。完全個室。そうなの。完全個室。何あいつ。今なんかコンテしたからなんかモーモースかのように入ってきた思ったら。誰ですか誰ですか。え、山下ひろと。タッチョザキです。タッチョザキです。最近髪の毛がね。あ、まあの山下ひろあの後でね、うん、あのケイドチャンネルのインスタであげようかな。あれやったら、あの彼ね急にピンキーな頭になりました。ピンキーヘッドになりました。金近です。金近になりました。はい、イグジットの。エグゼット。エグゼット。あの前ね月曜日喋った時は、うん、あのスーパーサイジンでした。今あの、ね、あのゴッドです。そうやな。悟空のゴッドです。みんなに力もらってなったゴッドみたいな頭。いや金近寄りですけど全然。みたいになってます。意味がわからないです。鼻いて。なんで？乾燥エグいなんか最近。あこっち寒ない？マジそれな。今日めっちゃ寒いんすよ。昨日の夜寒なかった。面白くないとかじゃなくて、うん、本当に寒い。ほんまに寒い。何これ。わかる。寒すぎてよかったマジ。あ家の中は別にだけど外が寒い。え外めっちゃ寒かった。昨日の夜とかめっちゃ寒なかった。えマジ帰ってくる時めっちゃ寒かった。もう長袖長ズボンやったんけな。あマジでそのあのレベル、長袖長ズボンでまだ肌寒いくらい。それ今までなんであんな暑かったの。急に寒いの。なんか雨とか降ったけどさ。いやマジで夏感ない今。いやマジないな、うん、まあでもこっからまた暑なんだよな。なるんかな。え、なると思うで。なってくれたらいい。いや、なってもらわない困らへん。困る。俺らのそのドナウがさ、ドナウせえへん。ホームがね。ああ俺のホームが。青い空と共に行こうよ。あれ海なんだな。砂浜言うてるもん。ほら難しい話は至らない。浜崎あゆみさんのね。君が歌ってくれればいい。俺のそう言って僕は少し泣いた。あー最後のビブラートなんよそれ。俺 の, さあの最初に歌う曲ね。意味わからんね。待て待て落ち着け。え、なんでさ一発目の歌をさいきなりそんなテンションねえかな。一発目だからです。え、壊れるやろ。もう喉潰れます。やろうな。次の歌ガラガラです。だって俺今さっきレンズ歌っただけでも死にそうだったもん。もう一発目それを一発目にあれ歌ったせいで今は出んもん。だからもうアップっているやん何事にも。それがアップっす。いやお前俺のアップはあ、ま、上げすぎ。いきなりダッシュ。急にダッシュする。言わすぞ人体。急にダッシュして筋言わすぞお前。一回スキマスイッチあたりでストレッチする。スキマスイッチもお前ストレッチちゃうって。ちなみにスキマスイッチの何。奏で歌う。お前全然ストレッチちゃうやんけお前。でその後全力少年歌う。キックオフする。お前一生ボタボタしてる。試合動かんやろ。試合動かんねえ。最初の方最初の方試合動かなくてラッドインプスあたりで調子測ってくる。いやお前ラッドインプスもお前結構きつないか。バカきつい。アホやんお前。一生きつい。え、なんかもうちょいなんかないの。落ち着いた曲あるっけ。カラオケで例えばなんかある。で僕の一番最初の入りはまあ大体国歌なんですよ。ああ君がよなんで落ち着いてんな。でそっからの残酷な天使のテーゼ。うん僕はこれだんだんね。これはいつも入れますね。ね、やっぱそのなんかスムーズで途中でアンパンマン挟みます。え？アンパンマンてってーてってーてー待ってる時間にアンパンマン聞かなあかんの。もし自信をなくしてって言いますもん。あなるほどね。僕そんなんもう普通に歌いますよ。これはねドラえもん歌おうかな。いいね。空を自由に飛びたいな。はいどうぞ。カノエイコーカノエイコーのやつやんそれ。あれめっちゃおもろいよな。めちゃくちゃおもろい、はい、どうぞ。正解やけどさ。確かに飛べよってなるよ。カノエイコーやん、うん、それ
自由に飛んでください。そう飛べるのであれば。そうそうそう。カラオケ、まあ、何歌う？カラオケ、うん、マジでラッドインプスめっちゃ好きだから、ラッドインプス歌うでしょ。ラッドインプス歌うの？何歌うやろいつも。でも絶対に、あ、そうそう、あの今エリアさんやってるみたいに、そのアップルミュージックとか自分のな、あの音楽のやつプレイリストを見るの、絶対見るけどさ、結局さ、これやみたいなないわ、うん、これ歌ってた、そういやみたいな。トリプル A のラバーとか行くね。ラバー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 ウーベイベー死にに行きます。え、基本カラオケ死にに行きます。え、お前全然トリプル A じゃなかったね今トリプル D ぐらいめちゃくちゃひどかったね今。ラバーラバー何やろな、何歌うかな俺。世界の終わり歌うでしょ。ポルノグラフィティも歌うでしょ。あ、ポルノ。私は私と歌ったことない。まぐれるわけにはいかないから、あなたのことが好きチョキだから。あれ、チャンドンゴン出てきてチャンドンゴンやそれ。何歌うやろな俺。もうワッチさんと歌いますね。最近ワッチ歌います。最近ワッチさんは歌いますね僕。歌早く足りない歌いたいんですよ。さよならエレジュ、あれめちゃくちゃ歌いやすいっす。嘘つけ、歌いやすくないってあれきついって。嘘、俺多分きついわ。俺男性の曲意外と無理だよ。女性の方がいい。なんかどうしようけど、あの稀に見る、合わせれへんけど、合わせれへんけど、でも低い、ちょっと低めで歌える歌みたいな感じ。音合わせれへんけど、でも男性の方がなんかな。え、男性むずない。ダイナマイトとかあれって歌うもんなあれともチョケ、チョケやろ。チョケ、アンダーザシー歌いたいな。アンダーザシー、隣の海藻は青く見えるさ、わ陸に上がるのは大きな間違い、周りを見てごらん、この海の底なんて素晴らしい世界だ、これ以上何を望む。 Under the sea Under the sea、 なり私の言うこと信じて。わ、ディズニーの曲いいな。陸じゃ働くだけ、朝から晩まで幸せはここにある。 Under the sea Sea だれ Sea で言うと俺もアナ雪も歌いますね。Let it go、うん、Let it go、 そうそうそう、ありのままでね。あ、そう、スイカバーンスイカバーン、それ中国語のやつ、あのレッドイットゴー の、うん、あの中国語バージョン、ぜひ調べてください。皆さん一回調べて聞いてみてください。あの、さい、あのありのままののとこがスイカバーン、中国語やったらスイカバーって言います。スイカバーって言います。いや、スイカバーにしか聞こえない。そう、本当にもうスイカバーって言ってる。嘘だろうと思って一回聞いてみてください。騙されたと思って聞いてみてください。え、爆笑しました僕らも。スイカバーになります。こうやってエルサがな、めっちゃな出してるな。スイカバー、スイカバー出てた。スイカバー、マジでスイカバー、ファジョンジャメショビンジャッシャイ、スイカバー、マジで見てほしい。スイカバー言ってたよ。何回聞いてもスイカバーです。あれ一生スイカバー言ってたよ。あれはおもろかった。あれおもろ、あ、エンドロールいいね。あ、天描の歌。天描の歌歌うよお前。すごいな。歌、あ、歌ったことあるかも。でも出えへんこれ。いや、確かに、あの、最近やったら川崎鷹也さんですね。あ。うん、ワンオクの、うん、君次第でした。ああ、いいな。あ、欲望に満ちた青年だ。あれいいな。あれいい。あれめっちゃいいよ。ライブバージョンで。ライブバージョンやばいな。それ言ったら俺、湘南の風。湘南の風歌えんのね。すごい。あゆた。あれ高いわ。高いなあれ。あと長くて俺声持たん。いや、あの一人で歌うのは無理かもしれない。でも俺もそう。ああいう歌やばないでもライブの。ラブソング。終わり？もう終わりの方行く。ちょちょ、終わりの方やもん。もうちょっと。あ、もうちょっとあったか。いつか海の見える 6LDK。俺はサーフィンを愛は犬を連れ。家庭菜園ハーブ育て、昼時にバルコニーで拉致して、子供はワールドワイドに備えて、隣町にあるアメスクへ送り迎え。歌詞ないとこでマイク渡してこないでこれ俺さ、ネタで一個持っとくかな思ってる。そやな、
やろう、これ不意にあのなんかネタしなあかんなったらショートコント、ショートコントカラオケ、カラオケっつってデュエット、全然あそショートコントデュエットっつってめっちゃかん、ま、マジで歌詞ないとこだけこう渡してて感想部分とかで急にこうなんかそういう適した曲歌おう、その時ね、あその2人とかがいいね、そうそう、いや歌詞ないとこで渡すな、どうち、ゆずとか良さそう、ゆずや、何がいいの、この長い長い下り坂を早ないでもお前それ、あ テンポ大事やな、駐車場の猫は美容しながら今日も一日を過ごしてゆく、何も変わらない穏やかな街並み、みんな夏が来たってみたいな、歌詞あるとこで渡せ、みんな夏が来たって浮かれ気分なのに、あまだちゃうかなみたいな天秤ルートやばいな、天秤ルート俺これはちょっと泣きそうなります、あ最近ねドライフラワーもいい、ドライフラワーなきつないの、あきついね、でもかくれんぼの方が好きやね、かくれんぼドライフラワーってなったらかくれんぼの方が好きや、鬼ごっこなんかしてないで、かくれんぼしてくれ、ほんまに鬼ごっこなんかしんといて、かくれんぼしてくれ、かくれんぼしてないでって言うたら、そうそう、かくれんぼなんかしてないで、あそうなの、そうなの、鬼ごっこなんかしんといて、ほんまにそれはほんまに言いたいわ、氷をにしてないで、タッチってなったら固まらなあかん、あれせんでって別に止まり方、あれ何秒止まるんですか、1分でしょ、え、ちょやろ、あれずっとじゃない、たあの味方がタッチしてくれるまで動けないの、動けへんやろ、あそうかそう、何やねん氷料理のルール説明し、てか氷料理おもろい、面白ないと思うね氷料理、おさでもあんま鬼ごっこやってこなかったんですよね、そうやっぱサッカーしてた、あの休み時間といえばみんな集めて、もういいな、俺蹴ったあかんねんボール、えっボール蹴ったあかんねん、ガチ、だからそういうボールなかった、あの外各クラスにさ柔らかいボールあるわかる、うん、あのドッジボールできるような外でボール蹴ったあかん、それ蹴ったあかん、サッカーボールできんないないない、使ったの、で俺らドッジボールとバレーボールとサッカーボールがあるんですよ、いやめっちゃいいやん、めっちゃそんなやったら俺一生サッカーしてる、えだからマジでそう、は最高やん、俺で蹴ったあかんかったから俺もう何もできんやん、え何もできんじゃん、うん、どうするんですか昼休みとか、昼休みなぁ、だって小学校の時の20分休みあったじゃないですか、中間休みやばいな、あだからそれこそあのなんかさクラスでさ中なんか長かったな、どっかの日の中間休みはクラスでなかったなんかするみたいな、俺は軽ドロやった、言うたらドロ系そっちで言う、うん、をするみたいな、えみんなで、ね、昼休みにあもう絶対それする、みんな決まった言うたらクラスの進行、月曜日は2組そうなんかはあれこれをするみたい たいなだ決まってんの、で俺らやってたよ軽ドロ、へえー、まあ無双やなでしょうね、え鬼でいやほんまに無双やな、俺は泥棒、俺ルパンやんか俺ルパン、やんか俺ルパンみたいな人間にもなりたい、フィアット、フィアットええな、で俺ルパン好きやねめっちゃ、ルパンルパンそっち、いや大体あれやけどな、ルパンダサードの方やけどな、うん、それあの最後の方や、最後の方やもん、えルパンやねめっちゃうまい、ルパン俺アニあの何アニマックス、ああやってみてた、うん、ルパンな、ルパンめっちゃ男って知ってる？知らん、めっちゃ男らしいあいつ、例えばふーちこちゃんってあんな感じやんか、あんなちょけてるけど、うん、マジで女性に対してのリスペクトエグいから、そうなの、しかも男らしいし、ルパン映画一回見たことあるんだよな、なんか藤子ちゃんが高いところから落ちちゃうやつ、どれやねん、裸のまんま、あでなんかあれになんか銅像みたいなのにぶっ刺さるっていう、やばい話やんけ、やばい話それなんか夏休みのあれで見たことある、あでもまああるな、あれカリオストロとかじゃん、カリオストロの城とか結構昔だと思う、カリオストロとかいっぱいあるじゃん、昔のルパンのあの動きがなんかおもろいんだよね、バカ足長くて、え、ね、あの最近かあの新なんていうの、めっちゃ綺麗な映像でやってた映画のやつとか見てない、そういうのそれとかバカかっこいい、テテレテテテテかっこよそう、言って言ったらもうその過去自分のおじいちゃんがあれやん、うん、あのルパン、うん、っていう、もう泥棒大泥棒で有名な、じいちゃんだからね、そうそう、でほんで三世っていくとか、うん、でなんかそのあるところに行ってさ、だからじいちゃんが行った場所やねそこが、うん、
でそこになんかまあ仕掛けがあってさ、それをかいくぐらなんだけど、うん、正味ルパンしか無理やね。あーそういうこと、じいちゃんしか無理なんだ。だけどそのルパンがその匠のあれを使ってやって、その時になんかもう決意決めて俺がやるしかないって、バカかっこいい、ちょけんねんけど、うん、ちょっと何だこれ、クリアするの余計なもの、その時音楽流れんねん、かっこよって余計ながら、なんだっけあの剣のやつ、現像じゃなくてなんだっけ、銃のやつはさ、あれや、仲間のやつ、銃持ったやつ、あ名前忘れちゃった、あれやろ、うわ名前忘れちゃった、あの剣の方のやつ、剣のドロンジョしか出てこないなんでなスタコダサッサのルパンはなぁ、ほんまに好きなんや。なんだっけあの剣持った五右衛門だ、そう五右衛門、五右衛門、五右衛門と現像、そっから思い出したな、現像じゃねえ、あれ銃持ったやつなんだっけあいつ、なんでしょう、現像しか出てこない、あのコナンの元太、なんだっけ五右衛門と元太いや忘れちゃった、現像なんでやねん、ほんまに出てこない、うん、じゃあ出してあげるよ答えを、現像、現像ではない、現像ではないの分かるよ、大体源氏、源氏、源氏か、それあれか、クローズか、めっちゃ惜しいやお前、源氏、剣士、余熱、源氏、剣士、あいつ、え源、源、五郎丸手合わせ出してるよお前、あれなんだっけ、えもう今分かってる人からしたら、おい友也早くせえって言ってる、だってお前もう出てたよほぼ、源氏、違うって、次元だ、次元だ、次元大好きやお前、次元大好きだ、何でもそこまで言ってたねお前、次元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 と五右衛門ですよ、ルパン三世、次元大好き、石川五右衛門、峰不二子、銭形警部、銭形警部がいいキャラなんや、ルパン今日こそ捕まえてやるからなって言って、あいつ目の前まで、あのルパンの目の前まで来たのに捕まえきれない、でもこいつめちゃくちゃすごい警戒、え銭形警部の凄さはインターポールすごいよね、大切なものを盗んでしまいました、私は何も盗まれてません、いえあなたの心です、銭形マジでいいやつよ、藤子ちゃんがさずっとやっぱさ女性なんよな、そのせの何こう一匹狼というかさ、でもエロない、なんかルパンバカ本出されてるマジで、誘惑すごい、誘惑いるよな、どうなん結局好きな藤子ちゃん、藤子ちゃんはそのルパンのことどう思ってんやろ、アホだと思ってんじゃないですか、一生なんでな、こんなに愛してくれる尽くしてくれるやつおらんけど、お前で藤子ちゃんスキンシップエグい、えマジでなんでなの、めっちゃいいやつだと思うんだけど、フィアット乗ってるからじゃない、意味わからんって、そのフィアット乗ってるからやろっていう、ベンツでさやっぱ来てさ、こっちの人のさ意味わかんないとこ言っていいですか、理解できないとこ、あの海外の、ああいやこれ日本ももしかしたらいるかもしれないんだけどさ、まあ、僕あの最近ね練習に送り迎えで行ってるんですけど、あのね20歳のセンターバックの人がベンツ乗ってるんですよ、おえなんで、多分それ親ちゃうで聞いたんですよ、俺買ったの、そしたら買ったらしい、仕事してるの、仕事は一応20歳、なんかこっち聞いたけど、うん、結構ゆるいらしいで買うの、あそうだ、大体みんな持つらしい自分で車を、早めに買うねんって、で、うん、それのあれとか大体あるやんか買うときに、うん、が結構いけんねんって普通に買えるらしい、うん、買えるんだ、うん、だ持っとくらしい でそういう車のこだわりとかすごいやんか、うん、一応そういうので持っとくらしい、そうなんだ、いやすごいと思って普通にな、ベンツどんなやつ、いやあれが多分そのめっちゃ高級なやつじゃないんだけど、でもちょっとスポーツカータイプな、あそれね、
すごいな、でも顔あの丸いでかいベンツがこう顔にあるやつ、うん、乗ってて、お前すごいな、ね、すごいな、日本だと高いんだよって言うと、うん、まあそうなの、ね、値段的に別にそんな変わらんですよ、変わんない、あんまり、なんか乗りたいな、買って欲しない、車欲しい、マジであのってめっちゃ思う、俺スマート乗りたい、なんでなん、あのねスマートってなんか日本にはないよな、あれあれ見たことない、ね、日本には多分ないと思うんですけど、あんのかな分からんけど、スマートっていう車があってね、あるにはあると思うけど見たことない、2人乗りなんですよ、2人乗りの車、コンパクトカーみたいな、バカ小さい、まあ、日本にもコンパクトカーみたいなのあるけど、バカ小さいんですよ、それ乗りたいとか言ってるんですよ、あのスズキのさめちゃくちゃ小さいやつ知ってます、ワゴン、ワゴンみたいな、あのちめっちゃ小さいやつ、何それ、どれ、もう普通に何人乗り、4人乗りの、ああワゴンある、うん、それよりも小さいの、余裕で小さい、だって2人しか乗れないですよ、あれ結構小さいけど、でも全然小さい、あれ多分さ回ろうと思ったらさそれまで回れるぐらいの小ささに小回り効くやん、マジで、スマートなんで乗りたいの、え、なんかいいあの感じ、え、何がいい、可愛い車が、いやいやいや、可愛いって言ってもさ、あれじゃさ楽しめへんかい、でもあれあれでしょ、なんかあんまり物も入んないでしょ、いや入らんよ、後ろないって言ってたの後ろ全くないよ、それ見てたな、だし見た感じ入んなさそうだしな、でもあれがいいんですよ、何がいい、一人しか乗せれへんねん、それで乗せる人もいいからか、そう、おーいそこも基本一人で乗るとして、それもあるかもしれない、乗せる人それもあってその身の丈に合ってるのかもしれない、俺いっぱいさやっぱ乗せる人多いからさ、何がいいんですか俺はその前マジックずっと言ってるけどアウディ乗りたいの、アウディ持ちたいなっていうか、アウディね、でミニクーパーも好きやねん、あなんか欲しいなって、おしゃれやん、なんか可愛らしいし、ミニクッパ、クッパちゃう、クッパの息子ちゃうミニクーパー、ミニクーパー、ミニミニ、うん、ミニ言わない、なんか可愛らしい、ミニクーパーの大きいバージョンあるよ、あるあるある、あれ何、あれ俺好きなの、あんな知らんこと言うけど俺ちょっと定番の形しか知らん、ミニクーパーちょっとおしゃれやな、そのここの乗った時のさこのメーターが出るやつかっこいいやんか、あれおしゃれ、あれおしゃれな、確かに、いやーうちはアウディ乗りたい、でもさ俺ベンツさ日本で見た時はさ、日本で見るベンツは、うん、俺ちょっとなんか嫌やって、うん、なんかその、うん、こっちのもダッサいなみたいな、持ってんぜみたいな、そうそう、そんな感じに見えちゃうからダッサいな、見せつける感じのね、こっちのベンツなんか分からんけどなんかいいなと思いました、うん、ベンツよくない、こっちのベンツいい、乗ってるやつが乗してもらうこと多いけどさ、基本ベンツは俺乗してもらう、あ、そうやな、うん、ベンツ多いよな、やっぱベンツ、アウディ、ベンツ、アウディ、フォルクスワーゲン、まあこの3個、まあまあこっちのあれやからな、え、なんかめっちゃ乗っててな、ベンツかいいな、かっこいいと思う、内装とかかっこよすぎて、かっこいい、内装がかっこいいね、それで言うとこっちに乗ったテスラは俺ちょっとすごい衝撃やな、え、テスラね、やばい、テスラやばいな、テスラやばい、テスラ恐ろしかったんや、まず iPad ある、それしかも iPad のプロね、もうバカって、それよりもでかいもん、あれ何、本当に iPad なの、あれ、いや iPad じゃないよ、備え付けの中、そういういいあれでしょ、だってあれた俺乗って縦やったけど、うん、他のなんか止まってるやつみたいな横とか、横バージョン、何あれ、あれ車のゲームできるようにしてます、マジで言ってんの、やばくない、誰がやんの、あの状態真ん中にあって、車のゲームこうやってこうやって見ながら、危ないの、止まった状態でできるんですよ、え、これでできるの、そうっす、ハンドルで、ハンドルが、あ、その待ってる間とか、うん、え、うそ、やばいっしょ、やばすぎやろ、やばいんですよってさ、で、なんか音もさ、あれ外部音取り込みしないようにするやつ、ノイズキャンセル、うん、できんの、あるらしい、危なない、それはマジで外の音聞かなあかんやつだから、でもテスラめっちゃ音いい、でもいいな、うーん、とかで静かやし、で、あと音確かにいいわ、だって俺さ乗ろうってした瞬間にさドアノブがないやん、あれ、うん、で収まってない、はい、でどこにあんねんと思って、でそこ車も歩いてる、想像できるな、歩いてる時にこう見ててはドアノブないやんってなって、うん、でどうやって乗んねんみたいなと思ったら、こうつく寸前にウィーンってドアノブ出てきて、うん、はってなった俺、ドアノブ出てくんだと思ってテスラやばいね、テスラやばい、テスラすごいよな、テスラの驚きが良かったな、俺
テスラもなんか欲しいな、乗ってみたいな。あ、乗ってみたいな。あれ一応シェアカーであんで、テスラ。ああ、あるっすね。びっくりした、俺、え、こっちのシェアカー文化めっちゃ合うな、乗ったことないけど。めっちゃいい。あの、知り合いの方のやつで乗ったことあるけど。え、めっちゃよくなかった。え、こんな簡単に乗れんのみたいな。それ、もう普通に置いてあって。そうそうそう。で、それで、あ、ここにあるからって言って取り入って。え、マジでさ、国際免許持ってたら余裕で乗ってるわ。みんなの試合とか余裕で行ってるわけじゃん、それ、うん。だってあれ乗り捨てできるやん、そのまま。乗り捨てできる。ちゃんと場所止めといたら。たまにそのシェアで言うとキックボードもシェアなんですよね。あるな、あるな、電動キックボードみたいな。それ意味わからんところにあの乗り捨てされてるけど、もう崖とか崖に電気ボードをその捨てられてたりとか。多分おそらくそれもう崖飛び降りてるよね。何してるの本当にあれは。頭でバーンって下道路なんよ、高速道路とか。え、何してんの。いやマジでわからへんな。しかもあれ運転できる範囲決まってるから。ああ、そうっす。多分あ限界やどこまで来たんやろな。あかんってなったやろ。あれしかもソーラーパネルで充電でしょ。ソーラーなあれ。これ電気じゃない。電気変えてる人いたで。電気もある。あ、それ変えるんですけど、基本変えるんですけど、一応置いといたらそのソーラーパネルでここついてる。あ、そうなんや。それね、そういうやつも。ライム、リメって書いてライム、ライムなんかな、リメ。あれで結構欧州あるらしいで、ヨーロッパ。え、日本乗れるようになったらしいです。あ、なんかあるらしいな、うん、でもあれ一部区間で厳しいな、日本。厳しい。こっちもどんどん結構厳しいよな。ルールあるやん、あの、チャリが。チャリのルールやばいね。日本と違ってチャリのルールちゃんとあるからさ、あれ難しいな。一方通行みたいなところで一回俺ら謝ったら。マジで僕らね、あのシェアのチャリンコもあるんですよ。シティバイクっていうね、うん、でそれで乗ってもう帰ろうかみたいになったんですね、うん、でも俺らもう全然知らんから、うん、ルールとか。まあ普通に乗ってったわけですよ。マジで公園突っ切ったりとか。そうそうそう、普通に絶対あかんことしてて。それでも分かんないから夜中やったからちょっと行こうって夜でね。でバーって街中進んでたら、あの警察が急に前からギューンって言って目の前にシャーン止まってきて、うん、あ刺しました。あ、来たぞ、終わったぞ。エリアさん、それってこれってこういうことっすよね。うん、やばいやばいやばいで、トモヤもめちゃめちゃ焦ってて、やばいやばいやばい。まあまあ俺はもう何て言うの、まあ多分注意されるあれで思ってたけど、トモヤもなんかやばい、はい、もう罰金ですって言ってたと思ってたから、で話しかけられて、分かって、これルール分かるかみたいな。分からないって言って、ここはこうでみたいな説明してくれてな。そう、でお前らいつ来たんやとか言って、うん、半年前とか言って、全然来て間もないとか言って言ったら、オッケーとか言って、気をつけろよみたいな、追加取るからこういったらいけるからとか言って分かった。それでも分からんかった最初。それで分かったって言ってこう言ったけど、結局どれなんみたいな。それ結局何か分からんかった、うん、でも聞いたら、とりあえず基本車と同じ方向行ってたらいいらしい、うん、で街中とかはそういうなんか一方通行あるから、その一方通行通りに行かなかったんですよ。あのチャリの道があるもんね、うん、チャリ専用の、チャリ専用の道ある。それを行かなあかんのか。アズゲの面かって言ったら、これは覗くみたいな、行かなきゃいけない、それを行かなあかんとか、そのルールがめっちゃあってるから。チャリも乗りたいけどなんか面倒くさいねんな。あんね、意外と遠くなる。そうそうそう、結局帰れへんすぐ。そう、ここ行ったら車と一緒だから。そう、ここ行ったら帰れるのにみたいなのが。だ、早く帰るにはその何マジでむっちゃ漕ぐしかない。早く帰りたかった。そうやな、うん、か道知っとくかやな。そう、ここ行ったら帰れるやなみたいな。でも結局それさ、俺らのチャリンコじゃないからさ、あの返さなあかんや。そう、返すとこまで行かなきゃいけない。 それは大変やったな。また今変わっちゃってさ、ほぼほぼなくなったよ。なくなった、まあ、綺麗になったけどな、チャリは。新しく、まあだんだんね、普及されてくるんだと思うけど。シェアカー乗りたいな。シェアカーいいよね。あのなんか、パッて置いてある感じが。で、運転できて、普通にええ車乗れるやん。テスラ乗れるでしょ。あれ値段あんのかな。テスラシェアカーってやばない。やばすぎ。テスラ乗れるし、スマートとか乗れんのかな。乗ってみたいな。なんでスマート乗りたいの。なんか
あのなんか何がいいの、狭い感じ好きだわ。なんでなん、君顔でかいからそのパンパンになるやん。誰の顔がでかいの。スマートめっちゃいいわ。スマートいい、うん、パンパンならへん俺ら。なんか狭いとこ好き。何それ、運転はしやすいな。でも絶対簡単に運転できそうやな。でもあの突っ込まれたら一発で終わりやな。あれバイクみたいなもんでしょ。そうそうそう、わたーって言って多分バーンって多分負けるし。目の前で事故起きたことあるしね、家の。あったな、家の前で。ちょっと危ないんですよね、家の前が。あれ危なかったな。どうなったんかわからん、正味。だってどうなってそこにいんのお前みたいな車置いてあった。で、とんでもない音して。それ。ブーッドボーン。昼でもできんかった。え？みたいな感じで外見たら、女性の左半身動いてなかった。動いてないって言い方悪いな。もうあれどうなったよな、あの後。車も知らない間になくなってたよ、うん、ずっと置いてあったよ。ここ事故現場ですよっていうシール貼られてたね。出たな、やれよかったな。正直その点車危ないね。車危ない。でもこっち運転技術高いけどめちゃくちゃ。高速とか普通にさ170とか出すんですよ。めちゃくちゃ速いな。だからもう慣れてもうたもん。ああ分かる感覚。100の時遅く帰ったらあれだから、ね、危ないな。右側ダッシュハンドル、右ハンドルで左通過だから。って言ってもまあ運転はしないから別にあれ、あれやけど、そんなそうだってならへんと思うけど。え、なんのかな、分かんない。俺あんま変わんなかったっすね。うん、俺運転するときいつも変えとかない。左側通行って忘れた時とかにすぐ思い出せる。あ、こっちは左やな。言ったら日本やったら右折するのがめんどくさいやん。左側来るからずっと、うん、右折するとき行けへんけど、こっち右折は簡単やん。でも長野田舎すぎて別にその概念ないです。え、そう、あ、ここ普通に曲がれるなみたいな。あ、車通りなんなら少ないなって。え、マジ、俺はもう右折で時間かかんのも定番やってる。一番車通り多いところでこんなことない。マジスムーズ。基本渋滞起こるってなったらその諏訪の花火大会くらい。は？お前そうやろ。マジでそう。こっちお前右折ここ長なんねえみたいなとこあんで。あるんだ、あそこの通りはあれだからみたいな。だからちょっと変えていいかなとか、うん、みんな下道行こうみたいな感じとか全くないっす。マジか、運転した。いいな車。車の中の音楽かけながら、ね、話す感じがいいやな。いいよな、会話が弾む弾む。久しくしてね。寂しい。寂しいですね。うわあ、思い出しいだ。ちょっと思い出すのはやめてください。何思い出したんすか。やめろそれじゃ言うな。ああそうか。したいな。何を。うん、あの普通に運転、運転やし、うん、やっぱドライブデートよね。あ、ドライブデートね。ドライブデートいいと思うよ。お前助手席の人やもんな。俺助手席なんでだ、運転やろ。いや俺別に運転しろって言われたらしますよ。基本的には助手席が好き。なんで。いいよな助手席。なんか俺運転苦じゃないからな別に。結構運転しられるよ。でも一回一人で名古屋の、名古屋じゃないわ、愛知県の中部国際空港まで長野からマジで片道2時間くらいかけて、うん、そのなんかそんな変わんの？ビザの時に何しに行ったんだっけな、あれなんかでその中部国際空港行かなきゃいけなくて行って一人。その時はなんか楽しかった。あの一人ドライブ。一人よくない？一人ドライブ。一人ドライブ悪くない。でも遠出すぎたけど。よかったな。全然好きよ。俺休憩すんの忘れんねん。休憩すんの忘れる？俺絶対休憩すんだけど。高速とか俺休憩すんの忘れる。サービスエリアあんま寄らない人？
俺結構寄る人なんですよ。いやそのなんか目当てのとこあったりとか寄るかもしれないけど、うん、でも俺マジで乗ってる人が言ってくれへんかったら俺行ける一生住んでられる。じゃあ俺が正面やばいとかそれ以外の、うん、状況なかったら。へぇーさちゃんそれさせよかったな。させうん俺余裕やな。いけるんだ。え俺全然眠くなる。え眠ったりとかもあるで。それは特にやばいと思うけど基本眠ならへんから。眠いと思ったらやめる。やめる一回。俺もすぐやめる。ガーってなる。コーヒーぶち込んでるからいつも。コーヒー飲むから。コーヒー飲むがいいよ。そうそうそう分かる分かる。めっちゃいいねあれが。運転しながらコーヒーがあの買ってな。うん、ドライブデートしたい。ここでいいのやめてもらっていいですか。いやだからちょっといいよね。日本帰ったら俺乗せれば助手席。よう喋るね助手席で。なんかイラつきそうやな。お前運転しろやないする。どこ行く逆に。それで沖縄。沖縄で車で行こうとしてんの無理や。沖縄す。沖縄で運転すんの。沖縄まで。まで。お前何が楽しいねんそれ。ただただきついわ。何も楽しいねん。すいません。何やねんそれ。いやでもちょっとなんかそういう動画撮ってみたいな。リアルどこ行きたい。日本帰ったらユニバー、ディズニーランド、もうそういうテーマパーク行きたい。で、それこそ長野やな、うん、呼ばれてるし、うん、うち来たら、うん、あのね、この前コロナになった時に電話したんですよ、うん、母親とね、うん、で、そのラジオ聞いてくれてるらしくて、おありがたいですね。でね、であそうなの、聞いてくれてるみたいな話になって、エリア君面白いなって。えありがとうございます。エリア君と話したいって言ってて。いや、僕も話したいんですよ、うん、言ってて。で、あそうなの、じゃあみんな呼んだらいいじゃんみたいな、呼ぼうかみたいな話になって。マジで来て、来たらあのマイクロバス用意する。何何何何何何えぐえぐえぐ。マイクロバス出るらしい。待って、マイクロバスってえどこ行くの。とりあえず観光っていうかその移動全部マイクロバスらしい。回らしてくれんの、うん、えそれは嬉しいな。でもツアーやん。もうツアーです。どうもじゃあこちらです。もう本当にツアーです。え、でもええな、それ面白い。長野でしょ、堪能できるの。それで言うと、あの、河原町行きたい。なんでそんな来たいの。俺が圭介さんと出会ったね、うん、ところ、あの三条のところ。そう、河原町のサンマルカフェなんですよ、うん、あそこにあって。あ、これいいとこだね。河原町のあの、何川のさ、あの感じとかさ、うん、よかったね。で、2月に行ったんですけど、もうちょっとなんか桜も綺麗な感じになってた。ああ、そうか。行ってもまだ全部咲いてないんだけど、まあったかかったら早い終わり際やろ、だって2月の。それだって咲くかもしれない。よかったね、あれ。あの感じが好きだ。河原町、そんなに。なんかこいついいな、もう。河原町。河原町の良さ知ってますか、本当に。いや、わからんって、正味。だって、何がいいあれ、見て。だってなんかカップルがいるだけよ。いや、いいですよ、その感じも。あの、あ、そうだったら別れるっていうのはあれ出てんのな。えそういうのあるんだ、やっぱ等間隔に座ってるのあれ、なんかしかも、なんかまあ、そりゃそうか、そりゃそうやな、等間隔に座るやん。ビッチビチに座るわけないもん。で、このカップル座ったらあかんらしい。そうなの。って言ってもそんなの結局さ、あそこだいたいそのまま結ばれるカップルが少ないだけで、そう言われてるだけよ。しゃあない、それは。それ自分のせいちゃうって。うん、そう、別にそれはさ、結婚前提が全員、しかも年齢考えてる。確かに全員がさ、その結婚考えるような年の人らがここに座んやったらさ、うん、で、あかんやったらそこはそう、あかんやなってなるけど、高校生とかがさ、だってそれであかんって言われて、その統計は間違ってる。あんたのせいちゃうっていう。河原町で高校生あたりの人が座ってできた説もある。統計上の問題やから。なるほど。河原町、あの本当にいいところだと思う。俺はね、綺麗やな。確かに綺麗綺麗綺麗。そう、いろいろ綺麗。ちょっと女性が楽しい。いろいろ綺麗。わからん俺正直もう見た、そういう感じで見たことないからかな俺。でも普通に河原町、そのサンマルクまでなんですけど、行く間でもえ綺麗みたいな人
人いたもん。そう。なんだお前。いたもん。本当に。川口。おお、いたの。川口いたもん。いたんだそんな子。おお。おった。あれ急に人変わった。おんのかな。マジで。わかんない。そういう風に見てないからかな。わかんない。地元の人からしたらまあ普通の通りなんだろう。え、別に普通じゃないけど。いや、川越町結構いいけど。松本にもさ、そんなようなとこあるんですよ、松本城近くは。その匂いもしつつ、でもその京都のさ、京都ブランドにさ、酔いしれちゃったよ。じゃあ京都来るの？京都行く。京都、俺が行きたいとこは京都、ディズニーランド、沖縄、福岡も行きたいけど、まあ、沖縄さ、冬の沖縄どうなの？あ、意外と行ってるっすよ。12月とかでも入れるっす。海の話入れる話。じゃあ全然、なんならあったかい、半袖半ズボンできる。確かに11月行ったな、中国で。プランとしては、じゃあ OK、 じゃあ沖縄飛んで一発目、素晴らしいね。沖縄飛んで2人合わせて飛んで、でちょっと滞在して大阪飛んで、あ、いいね、ユニバ行って関空、関空で降りて、降りてでユニバ行って、で京都で行って遊んで、うん、遊んでっていうか、まあちょっとなんかして、うん、で車借りて、おお、長野、どんどんあれ東に行くの。そうそう、長野、うん、で長野で観光、マイクロ付きで北沢ツアー入って、でディズニーランド。ディズニーランド締め。そんなことできるん？やばいね、それだったら。火はかかるな。火もかかるし、費用もかかるで。リアル1ヶ月くらい欲しい。いや、きついきついきつい。1ヶ月。1ヶ月長いって、それに、そのプランに1ヶ月は。まず沖縄で25日。アホな、お前。バカ取るやん。5日間で回るのしんどいって。え？しんどいかな？しんどいやろ、お前。逆に25日間、お前、沖縄にいるのもしんどいわ。いや、25日間、とりあえず沖縄。だってもう何も楽しなくなるんで、その後。もう1回住人になる。1回住民登録も沖縄で済ませて、1ヶ月住みますということで。済ませて。え？で、弾丸で25日経ったら1日で大阪テーマパーク USJ 行って、で次の日京都行って、で残されたとかあと3日でしょ。で長野1日に回って2日間東京ディズニーランドとし、はい、しんどい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 って。これです、これです。まあ、ディズニーもお前今もやっぱ朝から行く、朝から夜もユニバ行きたいの。いや、ユニバのさ、前の方並んでさ、スパイダーマンまで走るあの感じ好き。うわー、懐かしい。俺バカ走ってた。俺もスパイダーマンやっぱ一発目なんだよね。そう、絶対そう。めちゃくちゃおもろい。今、まあ、今でもね、もう大人の余裕でそれ歩いていきますよ。行けます？歩いていけるぞ。お前鬼ダッシュすると思う。なんでだお前。ガンダ。でもディズニーとかもさ、もうそろそろちょっと大人なディズニーしたい俺。何大人なディズニーって、例えば、あ、どういうディズニーの周り方したいですかって。いや、もうそれはさ、まあまあそういうパレードとかもちょっと見たいね、楽しみたいなと思う、大人に。嘘でしょ。まず基本歩く、基本歩く。今までは俺は走ってた、確かに、うん、次のアトラクションすぐ行きたいとか行くために走ったりしてた。でも違う、今なんかでもめんどくさいらしいっすよ。 そうらしいな、撮るのが。あれでも簡単じゃん、みたいにやっといたんやろ、うん、だってもう歩いて乗りたいやつをやろう。前みたいに、なんかその件で撮って何時に、まあ、から何時まで来たら断れますみたいじゃないよ、うん、あ、それで言うと、ディズニーで言うと、アメリカのディズニーの方が行きたい俺は。カリフォルニアディズニーランド、やばいって。アメリカ説出てきた。え、アメリカって今の時行くと、やばいで。え、こっから行ったらもう何よ。なんでアメリカっていうかっていうと、そのスターウォーズの宇宙船があるわけです。そうなん？なんだっけ名前、白いやつ、ファルコン、スターウォーズの
ミレニアムファルコンに。あれがアメリカのディズニーランドにはあるんですよ。やばいそれ。やばいでしょ。それやばい。であそこのあの乗り口あるじゃないですか。あれ開いてます。え？あれ開いてるんですよ。こう斜めでこうやって入れへんって。入れるかどうかわかんないですけど。開いた。やばいんですよ。よろしい。よろしい。よろしい。めっちゃ快適たまで。あれさ、であの宇宙人がやってるさバーあるじゃん。あ、間違えた。バーあるじゃん。何やそれ。そこも何やその言い方。なんかそこもなんかジュースみたいな売ってんですよ。飲めるんですよ。気持ち悪い色してる。おいお前言い方悪い。え、カリフォルニアディズニー。カリフォルニアディズニーだった気がする。あのこと喋って、あ、やめ。皆さん、あ、彼は女性と本当に遊びます。本当に遊びます。いや、遊びません。お母さん、かなり遊んでます。お母さん本当に遊んでます。めちゃくちゃ遊んでます。あ、ディズニーカリフォルニアアドベンチャーパーク、これな、これ行き先ディズニーカリフォルニアアドベンチャーパーク、ディズニーランドリゾート、とんでもねえ名前になってもらった。どっちなのこれ。アドベンチャーパーク、ディズニーランドリゾートじゃない方か。こっちでいいな。どうやって行くの。電車で行けるか。ウィーンから電車で行けるんすか。行けるか。そんなあんまないで。そんな、いや、そのね、まあなんかその YouTube とかでさ、よう見るんすよ。そのアメリカのディズニーランド行ってミニレアムファルコンが置いてあって、マジで迫力えぐい。バカでかいのがバーン置いてあって、でね、ダース・ベイダーとか、あとトルーパー、トニートニートルーパー、違うわ、チョッパーや。チョッパーか。その人たちがこうこんな感じで歩いてるんですよ。何でその歩いてる。写真撮りたいわ、ダース・ベイダーと一緒に。ダース・ベイダーと一緒に撮りたいの、うん、え、これロサンゼルスやな。あ、ロサンゼルスか。ロサンゼルス、違う、ロサンゼルス国際空港からそこに行くんかな。え、やばくね、それ2つあったよね、カリフォルニアディズニーランドと。あるあるある。じゃあカリフォルニアやけどロサンゼルスから行かなか。あ、そうなんだ。多分カリフォルニア そのアメリカの土地感全然わかんない。どこに何があるのか。とりあえずウィーンからロサンゼルス、ニューヨークの方はわかる。 30? え、30? ロサンゼルスって左の方か、アメリカの。全く知らんな。え、これ合ってんかな、行き方。 Google で探したらさ、マップで車とか絶対無理やん、うん、12時間半に着くとかって言うけどさ、今見て日本帰るくらい。あ、まあ、最安値だから見てるから。あ、ちょっと12月3日って何じゃん。でも1時切るから水曜日でしょ、12月7日でしょ。え、だってあれやもんな、行きだけで考えてみよう。家族でどっか行きたいの。俺家族でどっか行きたい。俺犬連れてどっか行きたい。家族でどっか行きたい。俺犬連れてどっか行きたい。家の。あ、それで言うとさ、柴犬飼いたい。何やねんそれ。めちゃくちゃ可愛い柴犬。何やねん。最近俺柴犬の動画見るんですよ、 YouTube で。大丈夫かな。めちゃくちゃ小さい時の柴犬が超可愛い。これあの最安値、ね、乗り継ぎとか2回あって33時間かかっていったら一応たどり着けない。45,363円。日本帰る時ってどんくらいだったっけ。往復で考えて肩の、あ、往復、往復やったら900ぐらいじゃん。900,000円だから10ちょいか。往復で10万ぐらいじゃん。うん、今やったら。え、これそう、日本海のって大変だね。え、これもう安い方か。安いの、まだ4万5000円。え、何、ラインエアーじゃん。ラインエアー行きだけやで。これだから沖縄の前にアメリカ行っちゃう。もうアメリカ行くんやったら沖縄行かん。え、いらんくない。だっているっすね。え、じゃあ、うん、東京なしな。東京ディズニーランドなし。だってもうディズニー TDC なし。 TDC なしやろお前。何 TDC な。TDL じゃなくて TDC。 え、なしちゃう。だってたださ、カリフォルニア行ってんねんお前。ディズニーランド、その日本のディズニーランドがどれだけしょぼいかって見に行く。え、お前それ金の無駄ちゃう。めちゃくちゃ無駄やん金。いや、日本のディズニーランドさ、しょぼくないよね、それで言うと。全然、いや、いいと思うで。わからん、俺それしか知らんから。あのパリのディズニーランドをさ、あ、俺もそれしか知らんけど、あのパリのディズニーランドを YouTube で見た感じさ、アトラクションがしょぼいんだよね、なんか。そうなんだ。なんかもう写真撮るに行くだけみたいな感じがした。
見てて語ってる。その点あのカリフォルニアだったか忘れたけどアメリカのディズニーランドは素晴らしかった。何語ってんの？じゃあ那覇行きな。これ那覇行き。こっから那覇行きあんのまず。絶対日本のロサンゼルスから那覇行き。おいバカハードや家帰れやはよ先。ほんまやな。お前カタカタかい。歯に切れられんで。おいアメリカから高いねやっぱ。うわ全日空ですかアナスか。あの使うしかないみたいよ。素晴らしいね。ちなみにその沖縄なんかバカ高いよ。そんなそんな。那覇だからじゃん。乗り換えとかにしたら関空とか。関空から沖縄。いやそっちも一緒だもんけどな。え逆にかかんちゃう。痛みにしろ。でも直通ないねえな。痛みよ。まあ一緒や。変わらん。変わんないね。なんかあるけどさ。なんか変わらん。あ、ちょっと休まった。え、あれは？成田。東京、成田。成田行こう。あ、高くなった。安いやん。LCC とか荷物入れれないやつ。あ待って荷物あんねんバカもない。沖縄にあの荷物邪魔やな。邪魔すぎ。やっぱ一旦帰ろ。そうやな。一回一旦荷物置いてあの必要なもんだけにしよう。マジでさバッグ1個でどっか行きたいんだよ。バッグ1個で回れるかな冬やで。しかもうわっきついぞお前。きついな。ちっちゃいあれはいるで。キャリーキャリーいるか。パンカーもいるで。いるな。いやこういう想像めっちゃ膨らむやろ。膨らむな。えまずだって、まあ、想像してるだけでいっちゃん楽しい。で冬帰るやん、うん、あ冬帰ります。冬帰るやん多分。でそんちょっと立てたいな。ラジオを聴きの皆さん冬帰ります。一旦ね、うん、えマジでさえマジでちょっと今あるの？日本だとどこがいい？日本だとの旅行だとさやっぱさ落ち着いたとこ行ってたよね、うん、とか言ってディズニーランドとか USJ とか沖縄とか行ってるけど、うん、どうついてないの一生ごめん一生そんなのいやだから温泉旅行はしたいな。でもそれ男と行きたい俺あのさ加湿器露天風呂とかさ部屋にさ露天風呂ついてるそうあれダメって最後男と行きたい。男とはきつい。勝負バカ楽しいけど。いや楽しいけど男とか結局さうわー彼女と来たかったとかなりなんな絶対なるわそれは絶対言うてるこれ行こうとしてんの多分絶対俺らぐらいしか行かないよな。行こうと思わへんよな多分。普通なみんな絶対さ普通みんな絶対ついてこへんよな。そう行こうやって言っても違う普通それがえ嘘普通家に帰ったら、うん、家いたなるぜ。いやそうやで分かる分かるそれも分かんないけどその家の家族の時間もあるそれは過ごしたい、うん、あるそれはあるで友達も過ごしたい。契約できるって日本やで絶対おもろいやん。いやおもろいなんかさ壮大にしんもっとで壮大にしあの K アイドリームがこの冬帰ってくるででで日本でやめえで俺らが変な感覚ちゃう。めちゃくちゃ変超変。でも僕らもね新シーズンでですよ、うん、そうっすよ。でもここでちょっと言っときたいなと思って、うん、今回なんとみんなチーム変わります。はいそうです。で移籍前のチームとは違うところに移籍することになって、うん、今は探してたりとかあと契約するだけっていう感じなので、まあまたYouTube の方でそちらの方がみんなの動向というかどうなったかっていうのは出したいと思ってます。これちょっと発表して言わせていただきます。どれだけの人が聞いてくれるか分かりません。まあまた YouTube 出ますから YouTube 出すかなと思ってチーム変わります。もうそれだけさっき言っておきます。はい。もうそういう時期なので、うん、でも移籍期間も結構なんか短いんでね、オーストリア謎にその短い決まってるからその範囲が、うん、
なんでそちらの動画も個人個人でそのなんか説明というかそういうのをしてもらおうかなっていう。そうやね。思ってたり思わなかったり。思っててくれ。思わんかったり思ってたり。思っててくれ。っていう感覚でやらしてもらって、まあ、次のねシーズンに向けて新しい新天地で。そうそうそう、そのどうなのかって始まっておりますので、そうそうそう、今後ともよろしくお願いします。みんな散らばるのか。というわけでね、何か終わろうぞ今日のラジオ。おい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 急に何ストップストップストップ。え、何何え、何急に、あれ違うっすか。何お前どうしたん。え、全然そういう流れなんかなと。え、どうしたどうしたどうした急に。え、違うっすか。急に終わらせやわ。というわけで、おい待て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 、え、違うっすか。で、ちょっと待って、今振りなんかちょっと何話したっけって今頭の中で振り返ってんけど、うん、何話してんの俺ら。お前のガソリン代高くなったね。コロナ増えちゃったね。いやもう全なんかただただ喋ってたよな。なんか北沢が興奮してます。なぜかわかんないですけど、なんでコロナはね増えてきて。おいおい、なんか無視すんなお前。なんでなんだろうね。いや、なんでなんだろうねってどういうこと。なんでだろう。なんでだろう。なんでだろうって言って。なんでだろう。でだろう。いやもうそれはしゃあない、増えるよ。でも皆さんもね、体気をつけていただいて、まあ、暑いからそこの熱中症がまず大事じゃない。気をつけなんかほんま熱中症やばいわ多分。うん、マジ気をつけてください。日本暑いね。もう暑い、ばっか暑いと思う。ばっかにすぶる、ばっかにすぶくぐらい暑い。何がやねん、わかるか。誰がウケんの。確かに俺知ってる俺らでもウケへんわ。え急にダウンしてるやん。でもそれぐらいね、気をつけていただいて、しっかり水分とあと塩分も取ってください。そうやね。これ、ね、忘れがちなんですけど、汗って水分もですけど塩分も出ますからね。一緒にそんな時にいいのミネラルとか。塩分チャージのあの飴です。あれね、あれ買ってください。もう日本最強だと思います。最高です。でもあれ舐めすぎ気をつけてくださいよ。舐めすぎたら腹下します。ゆるゆるなので。あと OS1、 OS1 最強。あれなんかさ、美味しくないっていう人いるけどさ、俺結構好きなの。ちゃうで、あれ美味しくない時って満たされてる時、水分。あの普通の飲んだ時でしょ。で死んでる時に飲むと、やばいと思う時に飲んでうまかったらマジポカリです。あのやばいやつ、ポカリ。だからお前一緒やばいやつ。一緒やばい状態も。あれポカリです。もう別に何も感じになったな。え、マジそうだよね。あのね、ポカリ最強なんだよって話し、いいよ。俺コロナだったじゃないですか。お前コロニーやったな。コロニーになって、でね、あの水とスポーツドリンクみたいなこっちの、うん、飲んでたんですよ。そのスポドリが普通ね、コロナとか、まあ、風邪になったら、うん、ポカリ飲むのが、まあ、主流というか、うん、であの味が欲しかったんですよ、うん、こっちのスポーツドリンクみたいなの飲んだんですけど、うん、甘すぎて。あれ甘いん。やっぱちょっと甘く感じて、うん、その何かき氷のブルーサワー味のあのシロップ飲んでる感じ。やばいやん、めちゃくちゃ甘いね。糖もえぐ。俺なんでか分かんないけど水で薄めたもん。あ、そう、薄めたの。あのめちゃくちゃ青い色した、あのね、体にゲータレード、そうゲータレードみたいなやつの青バージョン。青バージョン。ゲータレード知ってるやついるの。ポカリがどれだけ素晴らしいのよ。そういうことかね。そういうことだろうね。そういうことなのね。ポカリ素晴らしいですね。大変やったな、ほんまに。体重6キロ落ちました。やばいな、えぐ。やばかったんです。で、回復して一発目、バピアン。もう何してんの。勝ち込みバピアン。何してんのお前。イタリアン勝ち込んでるやん。イタリアンのスパゲッティ勝ち込みました。なんかお前楽しんでたな。それで言うとね、まあ、こっちお前ヒヤヒヤしてさ、結果出てとりあえず勝ったみたいなんで過ごしてたけど、ね、でも最初の3日間はしんどかった、正直。まあそりゃそうやな、死んでたもんなお前。体の熱さが収まってくれなくて、魔法使いになったんかと思った俺。一生火吹いてたもん。エリアさん、暑さが止まりませんとか言ってたな。ちょげてたけど、お前普通にコロナや、うん、近づくなボケ。普通にコロナでした。近づくなボケ、ほんま。バカチカついてたもん、ほんまに。近
が抑えきれませんって、ね、マジで熱かったけどな、うん、体触ったら熱っつって、あれが39度だから風呂と一緒だもん、な風呂と一緒の値段値段は何言ってんの、あ温度か、何言ってんの、日本語って難しいですよ、いや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 お前何言ってんの、まだコロナちゃうお前大丈夫、いやそんなことないですよ、朝飯味しなかったけど、うん、コロナやな、いやそれに関してはでも後遺症やろ多分あったでしょ、でもないやろ、ま、ないない全くない、じゃあもう匂いも顔面もミクロにしましょう、あ誰か顔面ミクロ、今回ミクロやったよ、匂いもね全然しないし味もしないしでも大丈夫です、嘘つけ、何が大丈夫やねどう大丈夫なの、それまあまあ生きていけますね生きていける、あれコロナの匂いする、何の匂いやねん、なんでコロナの匂いだっけ、一回なったら分かるんですよマジ、じゃあもうやばいよ、もう誰かコロナでいるってこと、まあ一応ちょ一応確認して飛んでますね、お前ちょ何とかしてよこれ、あなんとかした方がいいですか、すみません、その能力は2回目にならないと手に入れられないですなれやじゃん、1回目でコロナ見れるようになる、やばいよそれみんなそうなの、エリアさんのとこだけなんかバリアあるっす、俺ついよ聖なるバリアビラホースあの俺あんのかな、そんなでも俺も気ちょっと張っていきますわ、やっぱね、こいや最強最強とか言ってますけど、うん、やっぱちゃんとしなあかんよ、それでも。そうや。俺結構気ちゃんとしてるよ、そう気張ってるし、うん、あといろいろちゃんとしてる、その対策。それで言うと、ならんように。あの俺も手洗いはしてたけど。お前ちょっとあれやね、もう。隙見せちゃった。バチ当たったね、いろんな。バチ当たった。多分いろんなバチ当たったんだろう今回。このバチ当たらないようにちょっと行動改めよう。改めな。いやいや、え何知ってんの、なんかその改めろよ、俺なんかした、あそれで言うと僕、あこれちょっとなんかこんな終盤に話すのもなんやけど、うん、じゃあやめてください、なんでな話さしてやラジオやろ、それ醍醐味ちゃうんかこれの、どうぞどうぞどうぞ足りてへんって、どうぞ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 、あのこの間ねスーパーにいたんですよ、どうぞどうぞ、黙れお前話させろ俺に、頼むわ、オッケーオッケー、であのスーパーいて飲みもなんかそのあるそのめそういうことめぐみさんちか、おい聞けや俺すいません寝てました、誰が問題話しようとしてんのこれはもうええ話やで、わかりました、ええ話で順言うのも変やけど、なんかその飲み物をね買ってからなんか買ってから行こうかなと思って家に、うん、その手ぶらで行くのもあれやがって、ね、いつも行くんですけど、でそれなんか飲み物なんか買おうかなと思ってこう言ってたら、隣に今外国人の男の人がいてね、うん、多分なんか excuse me と、うん英語ですよ、英語で、で英語できるって言う、で、まあ、ちょっとみたいな、でもあんまできひんみたいなことを言って、うん、だからのこれと飲み物と食べ物を買ってほしいって言われて、うん、でなんでって聞いてたらそのお腹が減ったからって言ってて、うん、お腹減ったみたいな、うん、でどっから来たんって聞いて、 Where are you from? そう多分待ってと思って、この人ウクライナ人かなと思って、うん、その買ってって言われて、服でっかいリュック背負ってるし、うん、あのマット背負ってるし、おでちょっと匂いもなんかちょっと臭いっていうか、夜終わりか違うわただ腹減っただけだってなったから、で一応聞いてみて、だからウクライナって言って、で、あれまあ俺も言うたらほんまにみたいな感じで、ラリって言ったらパーって出してきて、パスポート見せないと、ウクライナ、ヨガ終わりのウクライナ、違う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 、お前違う違う違う、そうじゃそうじゃない、ほんまね、で、あのまあ鈴木雅之出てきて鈴木雅之やん、腹減った、そう出てきて、違う違う、そうでも確かにヒゲは生えてたもうええって脱線しかしていないやん、そうパスポート見せられて、ウクライナ人っていうのも分かってんで、高校俺もこうやからみたいな、パスポートはマジでマジやなと思って、あそうなんやみたいになって、でもすごいお腹減ってみた、2日前に来て、うん、お金もないみたいな言ってて、戦争だよ、なんか逃げてきたかなんか言ってて、でもまあそのそれがさ本物か本物じゃないかが分からん正直、うん、けどもなんかこんなことは経験できんし、うん、初めてやったから、うん、分かったっつって、うん、それ買ってあげるわ、買ってあげるみたいな、うん、でもありがとうみたいな、でこう行って一緒に
レジで買ってあげて、何買ったんですか。なんかな、その俺らよう買うあのハッピーデーの、うん、あれ2本、ゆずす2本と、あとハムとか、うん、なんかあとたパン、いや違う、こういうの言うてへんやろ、ハム言うてん、あハムかとか、あとお菓子とか、うん、を買ってあげて、うん、でそれでそのレジ終わって、うん、でもうこれ大丈夫やんなみたいな、もう OK で帰ろうとしたらちょっと待ってみたいな、で、うん、ちょっと会話して軽く、うん、英語やからさ、なんせよあんま分からんけどみたいな、どっから来たのみたいな言われて、日本って言って、でこっち住んでんのみたいな言われて、住んでるよみたいな、うん、って言ったら、頼むわ今日泊まらせてくれんって言われて、もうソーリー、それだけは無理よ言うて、これは買うけど、ちょ、これ買うけど、ちょっと俺もう行かなあかんし、あの友達に一応そういうの頑張って伝えて、それごめんだけ、それだけは無理やわって言って、ちょっと解散したっていう話。へえ、なるほどね。なんかそのこういうことすんのもなんか自分のためになるのかなみたいなのもあったし、どっかでね、なんかこれがそのなんていうの、人助けになるんやったらいいなと思って、人助けしたかったから、でもこんな機会ないから、まあ、それがほんま、ほんまかほんまじゃなくてもどっちもいいわと思って、してあげ、なんかそういうのをしできるんやったらしようと思ったから、なんかちょっと軽くね、いやめちゃくちゃいい話です。いや残しみたびっくりしたよ。いや言うたらその話エレアさんがかもってことでしょ。おいお前何に響いてたえ違うやん、エレアさんマジえ金ずるやんみたいな、そう思われてたって、あたから見ればなまあそこまで高いもんじゃなかった、安かったからまだ。いや素晴らしい行いですね。いやなんかこんな機会ないと思ってる、うん、絶対ありえへん、うん、まずせがられるのもねないやん、うん、ウクライナ人って、まあ、見せられて、これが本物かマジでわからん、わからんな、それで言うと可能性はあるから、その偽物も全然でもそれはわからんけど、でもまあどっちにしろなんかそういうのもわからんけど、なんかこういうのなんかできるやつしたいなと思ったから、ちょっとでもな、だからまあしてみようって言ってもすばらしいやってみましたっていう話。マジでその人からしたらなんだこいつはってなったね。いやなったんかな、ったになったでしょ。いや分かる、とりあえず欲しかったからというか買ってほしい、風呂入るだけだな、あとあと風呂入るだけ、どうしたか分かんない、そっから先はかなり受け入れてますからね。いやそう多いよこっち、ビエナでもなんか浸水したらそういう風に家いさせてくれるって言うんだろうな、それ浸水した方がいいのにいいけどな、あの人は遅いんやろ、それもやっぱ情報とかも回るの遅いんじゃん。びっくりした、うん、俺初めて、だって俺その日に関しては元チームメイト、あの半年前にいたチーム、チーム3分の時の2人やったから、あのバーヒロラのシュテファンのやつ、そうなんだ、今まで会ったことないのに会ったよ、2人会ってからのビラ行ったらそれ起きた、何これと思ったっけ俺、確かに濃いなぁと思って、ハッピーデー買ってあげて、ハッピーデーと助かっただろうなその人、まあまあちょっとでもなんかねなってくれればなと思うけど、普通に多いもん、いや多い、めっちゃおるもん、中央駅とか多いな、それこそそういうバッグ背負った人、うん、なんかもうもういい全然なんもうええわと思って、それが嘘かほんまか分からんけど、そういうことじゃないと思ったよ、困ってんやったらそうしようと思って、さ明らかにもなんていうの、適当にやってくる人やったら嫌で、よくおるやん、うん、こっちにも、いやもう絶対ウクライナ人じゃないやんっていう人もいるやん、ウクライナ人でどっちかというとイメージは白人というかなんかそんなんやったけど、何にも荷物持たずに、うん、お前ちょうだいとか言う人もいるから、それはちょっとってなるけど、精神誠意ある人、それこそ俺もドイツ時代にホームレスかな、うん、多分、うん、いるんすよやっぱ、うん、こうせがんでくる人も、うん、で俺あげようと思っても小銭あったしあげたんですよ、そしたらこうバッてあげるじゃないですか、でその人男の人で、でまあ普通にケルン大聖堂の近くにこうあって、タバックっていうタバコ屋さんとかも近くにあるんですよ、
その人にこうパッてお金あげたんですよ。そしたらその男がブワーって走り出して、おー怖い怖い怖い、みたいな、これ何してんこの人と思って、パッてその人のその行き先見たら、タバックっていうとこ行ってタバコ買ってました。悲しい悲しい。お前タバコ代あげた、タバコ代あげた、悲しい、やばない、俺びっくりしたよ。せめていい日になってから買いに行けよ。ダッシュする、そこで。もし鬼ダッシュゾーイって、俺めっちゃ走りなんだもんって、嬉しかったかなと思って見たらタバコ買いに、まあ、それで言うと嬉しかったよな。そんだけ走ってタバコ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 ってなってたよ。タバコタバコ一本のだったから見えたもん、タバコウェイが。なんなんやろな、なんでそんなことでいいんやろな、急に。あれはやばい、いい日になってからでよくない。ほんとやね、なんそ本当にそう。ホームレスの人ね、素晴らしい、なんかいいよ。普通にいいよってね。ドイツの時にさ、ドイツ語を話したいなと思って、俺どうしようって考えたんですよ。でまあまあシェアハウスしてたから、そのドイツ人がいない時は喋れないわけですよ、うん、でスーパーの目の前にホームレスの人ってね、いがちで、それ分かってたから50セント持って、あっちはお金が欲しいわけじゃないですか。俺はドイツ語を話したい。そのホームレスはドイツ語を話せるんですよ。それ知ってて、よく行くスーパーだったら。で、50セント持って、パッて渡して、そのホームレスと喋ってた。俺50セント払って喋った喋った。まあでも全然かなってるじゃん、かなってるやん、リーニは。もういいんちゃう、ウィンウィンちゃうとか、ウィンウィン話してって言って、ちょっと話して。結局言われたんが、あのさ、お金もうちょっとちょうだいって言われた。今日の子供のために、子供にあげるためにとか言って、結局関係崩れるそれはあかんな。だからなんだろうな、せやホームレスなの。でも言うの必死やもん。そういうことです。なんかもう全部悲しない、悲しい。俺まだないわそれ。でもまあ俺も善意でやってるからさ、仕方ないよね、結果がどうなっても。でも俺が振られすぎちゃう？振られすぎ、全部振られてるやん。俺も結果分からへんで、まあ、あっちがラブコール来てそれを返し上げたけど、うん、俺は分からん。いや分からんよな、それは。でも君のはもう見えてるやん。いや見え見えのあれ、一人は目の前でお金せがんでくるし一人はタバコ屋走り行くし、なんかもうしゃあない、それ人生、ほんまに人生、人生。ええの、久々のこの感じ、ラジオ。いいっすか。なんかええわ、なんか。何にも打ち合わせしてへんやん。うん。今回は。今回も。てかもう、今回も。もう、打ち合わせせずに。慣れっこです。ここまでこんなに喋ってんの、やばない。やばい。今回もやってしまいました。やってしまいましたね。まあ、とりあえず1時間半以上はノルマだね。勝手に行くもん。だ、何話してた？え？なので前回の振り返りして、前回の振り返りしたので、車の話でしょ、車ルパンや、ルパンがフィアットこの車らしずーっとで、そっからオフのなんかこう行きたいなと思う話を、あとライオン飼いたいなっていう話してないな。え、してないですか。してないな、ライオン飼いたい俺したっすけど、いつしてお前聞いてへんわ。僕してないか。あ、柴犬だった、柴犬。いやな、お前えらい違いで柴犬なんだ。お前ここ縦紙ブワーって増やしてんの。あとは新シーズンに向けて頑張ってます。そうやな、まだこれはね、こう詳しいことはもっと確実になってからなんですよ。まあまあ僕らもね、 YouTube おもろなんで、ね、YouTube めっちゃおもろになります。これさっき言います、あの次のシーズンちょっとおもろになります、幅広がります、はい、もう言っちゃいました。あー、もうやめとこ、幅広がっちゃいます、もうやめとこ、もう言うのやめとこ、言いたい、ネタバレになっちゃうから、言いたい。友也日本帰ります。それは帰ります、12月に。いや違います、チームなくて。やめろ、えやめろ、えサプライズすぎやろ。え、僕はあれです、パパニューギニア行きます。何しに行くん。遺跡です、パパニューギニア、パパニューギニア一部
ごめんだけど落ちたなとは言いにくい。パプアニューギニア、32部に行きます。落ちたな。パプアニューギニア32部リーグに。マジで何してるん、そのパプアニューギニアの32部リーグにいるやつらが気になる。32部リーグにあるんだ。すごい熱烈なオファーをいただいてね、うん、ラブゴール、うん、どこと迷ったんですか。パプアニューギニア32部リーグのあれ4位と、うん、あれラピドウィーンで迷いました。ラピドいけ、オスリア1部のラピドウィーン、ラピドいけ。いやー迷った結果でもやっぱ熱烈なコールいただいて30パプアニューギニア32部リーグの4位。いや上を目指してるって聞いて、うん、俺そういうチームみたいな上めちゃくちゃ上やで。上が上すぎてもう沈むんちゃう。あれ結構リング変わってて、やっぱ32部って言っても、うん、で横にあるから一気にバンって増えます。あ、そうなんだ。あ、いや32部言ってもここはあってそこで勝ち上がって上がったら一気に、まあ、大体7部とかそのように進みます。あ、そう。一気に横並びが そこで戦って一気に7部に入るんで、うん、7部いけんだ。7部ぐらいまでいきます。まずはじゃあ7部に32部っていうかね、もうなんかもう1個まとめてもいいんやけど、まあ、ある程度レベルがあるみたいで、それの俺は32、横並びの32、横並びの32分の4位。4位で上目指してるって言ってるから、でここ勝ち上がらないからめっちゃ大変ね、うん、ここが、ここが、そこがいっちゃ大変なんだ。ここがいっちゃ大変だって、ここはニューギニア、そこがいっちゃ大変なんだ。ここがいっちゃ大変だって35分まであるから、うわーしんどいね。あ、しんどい。上目指してる、ここ戦わないから、ここが勝たなかね。なるほどね。大体8分ぐらいまで年間の試合数バカ多いね。バカ多い。週2日でそれ決め手となったなんかそういうのあるんですか。パプアニューギニア32分4位。行きたいなってここのチームのためにやりたいなと思ったのは、まあご飯出してくれる。大事やな。ご飯やし家も一応、あ、家も一応出してくれる。家出してくれんねんけど、トイレないって言われて、うん、トイレないって言われて、キビな思うてんけど、でもジャグジーはあるって言われたから、うん、行こうか言うて。え、王の部屋ある。ジャグジーはあるらしい。トイレはないけどジャグジーつけたらしい。マジで言ってる。どうしようかな思うて、とりあえず行こうかなって一回行ってみたな。だからそれちょっとなんかありやなと思ったり、ラピッドのラブコール受けた方がよかったと思うけどね。まあまあでもね、自分の選んだ道は、ね、しっかり効果のないように突き進んでもらって、でも給料ないって言われてん。32部いや、まあ、それは32部ですからね。4位で給料ないって言われてさ、うわどうしようかなみたいな。そうなんだ。からうちないねんけどな、ラビットやったらビザ出すと言うて、ビザも余裕出すから。え、そのゴーオファーめっちゃもらってんけど、オーストラリアのビザ難しいですよ。いや、そう、別に出すって言われてんけど、でもやっぱ俺は惹かれたのはパパニューギニア32分の4。やばいね。それで言うとね、僕実はヨーロッパからオファー来てます、うん、え、もうオファー来てんの。言っていい、こうで大丈夫。いや、エリアさん言ったし。エリアさんやな、俺パパニューギニア4。いや、もう言うしかないでしょ。4じゃ32分、ルクセンブルク27分。5位のチームですけど、え、ルクセンブルクの27分。5位のチーム。5位、これすごいですよ。契約内容。契約内容何？契約内容。給料剥奪。剥奪って何？家剥奪。何取られたの？とりあえず取られるんですよ。でも上目指したいって言われて、上目指すことをさ、こう目的として俺考えてたから、上目指すチームがいいと思う。その中で、まあ、結構あった中で。ルクセンブルク27分、5位のチーム。お前も上目指したいタイプな。いや、そうそう、マジ一番大事ですよ。一番大事やな。でも行くのはルクセンブルク27分。まあ上フィニッシュ、上結構ね、5位でフィニッシュして、まあ、今年頑張りたいということで。あ、そうなの。じゃあ行ってます。いや、でもヨーロッパ残んにゃ。お前、俺ヨーロッパっすよ。あ、そうなんや。ヨーロッパから上目指します。ちなみにね、ルクセンブルク、それパプアニューギニアみたいにこう横並びじゃないから、今年優勝したら、もし今年優勝したら次26。お前何歳で上行けんの。え、大丈夫。とりあえずルクセンブルクで、戦略的にルクセンブルクでこう一部までこう 毎年上がってって。いや、お前26年とかかかるってこと。俺が44の時
ルクセンブルク行っちゃって。お前レゲンデやん。そっからじゃあどこ行くって。それはレゲンデやん。それはレゲンデやん。スペインとか狙おう。いや無理や。結構戦略練って。いや、お前の戦略の練り方間違ってるって。うん、じゃあ今、オーストリア、じゃあどうする俺みたいな。で、ビザも大変だし。え、48とかやろ今 21? で、今年22やろ、うん、で、お前26年かかってんのそうです。48か。48歳でお前、一部行って。ルクセンブルク一部とりあえず、勝ち上がって。なんでもらうんすか。いや、なんで目本気なの。で、おまあ憧れのドイツとか横の憧れのドイツは48、50前で行くもん。そう、FC ケルンに出します。いえ、そんなあんまないと思う。若さいると思う。いや、俺は上目指すチームで行きたいんだ。熱烈なラブコール。上目指したいチーム多分。で、監督ももうずっと就任して、もうずっと同じ監督らしいんですよ。何部まであんの？ルクセンブルクですか、うん、27部門です。お前最下位やん。最下層のとこに最下層の5位。そうです。で、監督今86歳で。おいおいおい、モタンって26年27年間かけて。お前100歳超えるやん。え、そう、レゲンデ監督、レゲンデ、いやレゲンデ監督界のレゲンデで。いやいやいや、ちょっと待って待って、3チームじゃん、いろいろミス多い。でルクセンブルクのその監督がその新しいチーム作ろう、27年計画っていうの立ててやってるんですよ。え、27年計画。そう、80歳で今。もっとなんかなかった？なんか自分のその人生どうしようって考えた時にチーム作ろうってなって。何歳？80歳です。80歳、はい、え、もう107歳まで行きるの？107歳でルクセンブルク一部のチームにするらしい。それまでこう自分のイズムをこう取り入れてって。え、大丈夫、生きれるの？生きてもらうの。俺だってその監督のラブコールで行ったんだよ。お前アホなの？考えて分からなかった。分からなかったっすね。え、その可能性あるやん、その途中で病気がなくなってしまうとか。いや、それ一切考えない。マジかよお前。その時だけ考えて、あ、このラブコールは受けようっていう。一応マジでお金とかも。お前俺と一緒でクレイジーやな。お金とかも出ないですけど。やばい、じゃあ俺とお前別の場所行くんや。知らんかったわそれ。パパはニューギニアっすか。パパはニューギニア。ラジオどうしますそれ。つなごうや。つなぐか。あ、でも待って、俺 Wi-Fi ないわ。電波通ってない。うわ、多分パパはニューギニアはそれは Wi-Fi 通ってないだろう。 Wi-Fi ないけどジャグジーある。いや、ま、俺ジャグジーで引かれたな。俺ジャグジーで引かれた。俺はアホやん。俺ジャグジーで引かれた。え、アホやん。え、ちなみにヒロトどこやったっけお前、移籍先。え、ちなみにヒロト一席先とかやってる。ヒロさん今ずっと言ってね。え、そうやな。え、ヒロトも言って、言っとこ。言って大丈夫。これ言っちゃっていいんすか。あ、言っていいよ、言っていいんすか。あんまあって、俺公式発表されてない。え、そう、俺らで、俺も公式発表してない。俺も一応まだ。で、まあ、ここでサプライズっていうのもありや、うん。え、いいんすか、言っちゃって、うん、いいよ。どこっすか。移籍すんだよな。移籍するってなってさ、うん、俺、ネバーランドのネバーランドの3部なんですけど。ネバーランドの3部いけんの？ネバーランドの3部。え？約束の？約束？え、ちょ、え、待って、ネバー急に来て。ネバーランド3部。ネバーランドって実在すんの？ネバーランド来るらしい。なんか得点王になって。おお、得点王になったな。で、なんかお、自分のことしてるんだと思って私ネバーランドの人で、どこのチームか、それ知んなくて全然、うん、で、どこの国なんですかって聞いた。ネバーランド。え、待って、ネバーランドってあのピーターパンのネバーランド？あ、そっち？あ、そっちやろお前。約束のネバーランド。なんでな、お前ピーターパンやろ。そう、約束って言ってるやん。そ、ネバーランドから来たんですか。で、なんかピーターパンリーグっていうのが。ピーターパン。そう、ピーターパンリーグの3部の。え、うん、ピーターパンリーグってあるの？そうなの。ネバーランドっていう国あるし、国っていうかそこ存在してんやん。そうです。え、それの3部に入って。それはピーターパンリーグの3部。の3部。今年優勝できなくて来年絶対優勝しようって言って。ああ、ダメだったな、惜しかったな。ダメだったな。フック船長監督が言ってるんですけど。あ、そうなの。え、フック船長って監督すんの？フック船長監督やってる。あいつそうなん、ええやつなんや。え、そうなの。でも給料とかその家とか、うん、そのご飯とか、うん、まあ、全部出なくて。ああ、え、ちょ、結構大変。ボランティアほぼ。ただティンカーベルだけくれるって言われたんで。
強ない俺のジャグジーより強いよ、余裕でティーカーベルもらえんのお前、それ止めるやん、じゃあ粉かかっかけて、それだから行こうかなと思って。お前異世界行くん、じゃあ異世界移籍すんの。異世界移籍だからどこにあるの、どうやって行くん。はティンカーベルが郵送されてくるってことだから言ったじゃないですか、今年の YouTube 面白くなる、面白なんていうのは幅広がるって言ったけど、え、そうなん、俺も知らん事実やと。パパはニューギニアでしょ、パパはニューギニア、俺ルクセンブルクでしょ、32分一応く日本ルクセンブルク27年契約計あぞ計画の27分え、マジで。ネバーランド、ネバーランド伊勢が行きました。ネバーランドやばない、もしもし、はい、おい、ええ、すみません、そっち行きます。え、え、お前またチームオフが来たの、おかしない、はい、大丈夫このタイミング。え、お前でもサインしてない、そのルクセンブルク27分5位。いや、実はしてなくて。あ、そうなん、まだあれね。で、まあ今代理人と話して新しいチーム来ちゃった。え、マジ、ディズニーランド5部からディズニーランド5部からついに来ちゃいました。え、ディズニーランド5部、ウォルトディズニーから今オファー来ました。え、プレジデント、ディズニーランド5部、ディズニーランドどこなん国ディズニーランド5部っすって、夢の国ってこと。そうっす。え、夢の国、うん、ディズニーランド5部来ました。え、なんでお前その魅力的感じたの。いや、なんか今3位のチームで、なんか本当は上がれたんですけど、うん、その上に上がれたんですけど4部に、でもちょっと財政面でその問題があって、で、まあ、今回無理っていうふうになって3位でとどまって、でも来年こう上がりたいっていうチームで、一応スペースマウンテンっていうチームでそのスペースマウンテンっていうチームでやらせていただくことになりました。え、ね、急だったんですけど今後ともよろしくお願いします。え、え、そっち行くん。いや、行きますよ。夢の国、はい、ディズニーランド何部、ディズニーランド5部っす。5部なんだ。え、知ってんすか。いや、ディズニーランド5部で優勝したらピーターパンリーグに来るんだよ。え、4部ないから。あ、じゃあ俺それで上目指しますよ。え、お前ら一緒のリーグなんじゃ、一緒の国な、地域はちゃうんすけど。え、一緒の国やん、夢の国、夢の国、ね、そう、夢の国、ネバーランド でピーター・パン・リーグなの、3部から。そうです。え、じゃあウォルト・ディズニー知ってます、プレジデントも。ウォルト・ディズニー知ってるけど、 あんまりね、よくないらしい。あ、そうなんすか。夢見すぎって感じ夢見すぎてあんまよくないって。え、そうだ。え、なんか好きだけどね、ディズニー、あの夢見る感じ。でもお前ら代理人どうしてんの。俺一応契約内容としてはそのチュロス3日間、あの3日間分計3日間分もらえるってことで。少ない、一応それで行くって言いました。え、少ない、80年契約で。80年。上行きたいって言ったんで。え、そんなかからないの上に。その80年契約、そのスペースマウンテンっていうチームが、監督がそのあれで、なんか結構若いんですけど、上、目指したい、自分のイズムこう取り入れたいっていうことで80年かかるらしくて。なんなん、めっちゃいいやん。それに一応だから、俺が100歳の時にネバーランドリーグ、あー、ピーターパンリーグ、ピーターパンリーグ上がれるって。マジ。え、ピーターパンリーグちょ気になるな。え、その国何。でも多分ワンシーズン10年単位だから。たっ、そう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 、言うたら8年です俺が行くのは。言うたら8年ワンシーズン10年単位だから、8シーズン。え、そう考えるとそんなでしょ。いや、そんなじゃないって。待って、1シーズンが10年かかんの。そうっす、チーム数多いんでね。何チームあるんです。もう1リーグ何も僕らでも分かんないくらいあります。本当に。え、アメリカのそのリーグ、じゃあトマたちのその5部が結構チーム多い。あ、ディズニー3部はあんまりチーム多くない。あ、そうなんすか。今日3部もワンシーズン10年だから、ディズニー5部は。だから、え、お前ら夢の空間いすぎちゃう。夢見すぎやろ。それこそ来ましょうや。いや、そんな俺は行けへんつってないもん。です。
プレジデントウォルト・ディズニーが知ってますって全て。なんかチーム他にない？ありますよ。なんかおすすめのチームとかない？まあそれで言うとジブリーグっていうジブリーグってのあれ知ってます？なんすかジブリーグって。え、そのジブリーグ知らないですか？ジブリーグ結構有名だけど多分すごい、うん、あんまりオファーが難しいというか、その入るのが難しいらしい。あ、そうです。結構歴史的な、歴史大事にするチームなんで。あ、そうなん。あの新しいのとか、夢の国とそのジブリーグ結構戦うことあるし。え、俺でもさ、前さフェイスブックで連絡来てん。え、なんか一回来てん。でも、はい、あんまりリーグわからんって、リーグとかチームがわからないけど、はい、その人の名前トトロっていうよ。知ってません。いや、俺知らんねん。だからトトロって言ってて。プレジデントですよ。え、そうなの？ジブリーグ。ジブリーグ。レゲンですよ、そいつ。マジやばいっすよ。え、ジブリーグなあれ。トトロのオーバーヘッド見たことないっすか？ないな。え、伝説っすよ。え、知らん知らん。それ夢の国でも伝説っす。一回連絡来て、なんか一回ちょっとその、うちの右腕、二人送るから、一回話してほしいって言われて。え、なんか電話来てん、その後電話で。めちゃくちゃすごい人と繋がってるじゃないですか。うわ、どうって言ってたから、うん、あ、トトロって言うんやと思って。トトロって言うんだねっつってあなたあなたトトロって言うんだねって言って俺あ、そうなんだねって言って、うん、だからなんか、うん、なんかメイとサツキっていうのがなんか、あ、そうっすよ。一回なんか来るゴールキーパーカンタスゴールキーパー、あいつキーゴロじゃなくて傘渡してきますえ、うん、え、なんで雨降ってたんかよえ、ジブリーグいいん？ジブリーグめちゃくちゃいいっすよなんかでもそのネバーランドとか、うん、そのディズニーランドとかからトトロとかオファー来てたらしいんだけど、うん、断ってずっとジブリーグにいるっていう。あ、そうなの？ジブリーグなんかちょっとジブリーグどうなの？俺気になる。いや、いいっすけど俺らと敵になりますよ。いいんすか？そうか、当たるの？当たるっすよ。マジ？マジか。ちょっとなんかジブリーグでも、ね、結構気になんねんな。そのトトと電話してドゥードゥードゥーって言って、うん、なんすかそれ。分からへんから俺も。あなたどうなの？あ、トトロって言うんだねって奥の方でなんかその、うん、なんかソースケ好きとか言ってるなんか聞こえて、あの、事務所なんかな、はい、事務所なんかあげるポニョー、コウスケ、スキーとか多く聞こえるからそれジムっす。え、それジムの人。あ、ジムの人やんの？スポーツダイレクターっす。あ、そうなん。スポーツディレクターが、その崖の上のポニョ。え、じゃあ熱烈なオファー出したってこと？そのソウスケってやつに。まあ、そうっすね。ポニョー、ソウスケ、スキーって言ってるけどあ、熱烈なオファー出したんだ。あ、そうか。でも、気をつけた方がいいのは、ジブリーグ気をつけた方がいいのが、うん、名前ばばると帰り道わかんなくなっちゃう。え、なにそれ。え、その契約して名前書くじゃないですか、はい、うん、その時に名前取られちゃうんですよ、そのジブリーグに。え、やばいやん。え、それなんか最高責任者のユバーバっていうユバーバ、そう、ユバーバユバーバさんがやつがいるんだけど、そいつと契約する。ジブリーグに入ってると絶対そいつ契約しないといけないんだけど。え、それさ、そう、奪われちゃうと噂レベルして。え、それ誰から聞いたん？これは逃げ早め琥珀主っていうやつが聞いた俺の幼馴染なんだけど。幼馴染な？逃げ早め琥珀主。マジジブリーグ結構問題はありますよ。そのお父さんとお母さんマジ豚になるらしいです。どういうこと？契約内容エグない？何それ？契約内容じゃないです。え、勝手にです。勝手に？え、結構そういう謎に包まれたとこはあるです、正直。やばない？いや、でもいいところだ。マジ？俺しかもそのなんかメイトサツキっていうのが来て説明してくれてんけど、なんか家は仮暮らしって言われて。そうっす家仮暮らし、仮暮らしって思って、仮暮らしって何かなと思って。マジで角砂糖ジャパンっすよそれ。え、やばいっすよあそこ。いや、分からなくて俺、はい、仮暮らしって何と思って角砂糖ジャパンの、え、知ってます？エッティキャプテンでしょ。そうっす、エッティキャプテンです。エッティキャプテンの、あいつマジやばいっすよ。仮暮らしのプロですからね、超能力者そうなの。なんかすげえなと思って。グランドを駆け回る仮暮らし。マジで、なんかそこのなんかグランドの手入れしてくれてる人がなんかなんか物のけかなんか言うとって
もののけでなんか、はい、なんかいるらしいんで。千はどこだジャパン。おお、マジであのいるらしい、つけてるらしいで。え、FC 千はどこだ。FC 千はどこだ、千を出せ。うん、なんか。そこジブリーグで一番っす。え、マジ？あ、そうなんや。でもジブリーグどこのチームかわかんないんですけど、なんか先払いって聞いたんですよね。え待って、きついきついきつい。え、砂金払いされるの？そういえば俺はユーロで払ってた。あ、そうやな、砂金ですか。どっかのリーグのどっかのチームが砂金払いって言う。マジで？それちょっとどうなんだろう。変動えぐない、その金。それはちょっとしんどいですね。え、それ買えなあかんってこと、いちいち。そうですね。え、それ厳しいな。それはちょっと厳しいかもしれない。ジブリーお金的にはいい、良くない、あんま。まあまあまあ、歴史大事するチームなんで。それで言うと歴史大事にするんじゃない。そのめっちゃこう高額なオファーですごいいい選手をバッて取るっていうのはあんま好きじゃないです、うん、でもその代わり、うん、あのプレジデントウォルト・ディズニーは、うん、あの結構新しい若い選手が取って、ジブリーグで一番もらってるのはあれじゃない、ザキさん。ザキさん、ザキさん知らない。ザキさん知らない。ザキさん誰？宮崎駿さん。宮崎駿やばいっすよ。選手、選手、選手、まだ現役、レゲンですよ。レゲンで今やばいっす。ジブリーグだったらトトロの次に偉いっす。そうなん、トトロ偉いっす。トトロバカ偉いよ。あ、トトロ本当に偉いっす。そうなん、はい、え、そうなん。パプアニューギニアとか行ってる場合じゃないっすよ。まだ3位しんの、行かなあかんね、今度パプアニューギニア、うん、で、俺、そこでどこ行くんですか、どこ行きたいんですか。いやでもなんかそれで言うと話はもう一個来てんねんけど、うん、なんかあのつぶらやグループのつぶやリーグから来てんねんけど、うん、あのウルトラマンセブン、ウルトラマン、ウルトラマンセブンの、うん、なんかあれとこから、うん、ウルトラマンセブンってやつから連絡来て、はい、うん、それ断りましょう。なんで？それすぐ断りましょう。なんでなん？嘘っす。嘘だん、あれ。あいつマジやばいっすよ。3分でどっか行きます。え、そうなん。あいつ話してる最中、時間になったら、うん、マジすぐ帰るんで。え、マジ？マジでやめた方がいいっす。なんかうちにシュワッチって言って帰ります。うちにはなんかティガっていうか、ティガとか、うん、なんかダイナとかガイアがいるって言ってて、その3トップがエグいって言ってて、うん、で中盤にウルトラマンゼロってやつがいるらしくて、はい、そいつがやっぱ俺うちの息子なんやけど、はい、まあなんかその散らすらしいね。キーパーピグモンのチームですよね。それおピキーパーピグモンいつだ。キーパーピグモンです。でもそこのチームなんかめっちゃなんかすぐ痛がるって言ってましたよ。パルトうわっうわっなんかすぐ痛がるみたいな。あ、そうなん。だからあんまり戦えないって言ってましたよ。監督だってバルタン星人ですよ。指示出せないか。指示出せない。わあ、なんか結構ずっとチョキらしいですよ。指示の時。でなんかたまにそれが選手の目に入っちゃうっていう。危ない。問題とかあるらしいです。あ、そうなん。ね、やめた方がいいっす。やめとこうかな。そこのリーグ危ないっすよ。やばい。俺らアホみたいな話で20分ぐらいしてもうた。これめっちゃおもろいな。いいの。一回さ、これだけで話せるの。一回これ撮ってみたいな、これの空想、空想リーグ、うん、これ空想リーグやろうか、一回普通にあれでやらん、 YouTube で。え、これじゃあこのカットしようか。え、流したい、流したい。楽しかった。これめっちゃおもろかったな。めっちゃ楽しかった。これめっちゃおもろかったな。やろう。いや、ヒロトもええなぁ。まさかネバーランドが強ない。俺無茶振りでいけるかな思ったけど、ネバーランドやで。いや、俺その話してた時に俺だったらどこ行くかなって。いやー、いいね。そのサッカー見るときもやっぱそれ大事だよ。大事やな。俺だったらどうするかなって。いや、まあ確かに俺らが国で攻めたからな、あえてちょっと変えてきたのが良かったから。もうでもお前ジブリーグはやばいな。ジブリーグやばい。俺一瞬は何かなと思ったら、俺もう振り絞ってつぶれやん。ウルトラマンしか出てこないから3分で逃げます。いや、ジブリーグは強すぎた。正味。ザキ知らないですか。え、ザキ、ザキ知らんな。ザキ誰っつって。宮崎早まって。レゲンでやん。トトロのオーバーヘッドいくから。レゲンのオーバーヘッドどこ。めっちゃおるよ。
ボールに近いもんな、トトロ。せやな。終わるか。終わろう。ちょ、これやばい。しょうもない話してね。すいません。しょうもない話して、長なって思って。楽しかったということで。いや、本当に。はい、お付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。まあ、でも、ちょっとぜひ、ちょっと流し聞いていいね。聞いてください。と思う。最後の方はもう、マニアックな方しか聞けないと思う。そのドットラーしか。いや、でも意外とおもろいんちゃう。意外とね。うわ、これ層含めたらバカおもろかったら多分層とかエグいの言ったらしてくれよ。そういう感じです。そういう感じです。なのでね、またあの今のね、信じてる方いないと思うんですけど、今の嘘です。当たり前やん。当たり前やん。あの、とりあえずあの遺跡の情報というのはまたまたね、あの、言わせていただきます。 YouTube チェックしてください。締めてください。終わり。